はい、お待たせしました。こんばんは。始まりました。イエイ。ありがとうございます。ギャラリーの皆様、今日ギャラリー多いですよ。東いっぱいいますね。今日さん、なんかはしゃいでますけど、はしゃいでます。いや、今日ちょっと旅をしてきて、あのこんな面白いうちわを見つけてきたんですよ。どこ旅してきたんですか？あの滋賀県方面なんですけど、 J を目指して何が悪い。いや面白い。このフレーズをうちのかみさんとちょっと2人で見たんですけど、2人で大爆笑しました。はい、いや爆笑っていうか、なんか笑うわけじゃないんですけど、なんかいいなと思って。はいはい。この強気っぷりが、三輪三輪子シガーさん、そうなんですけども、JFL の相模原の去年まで増田裕太郎選手と松本裕樹選手、がいるチームなんですけど、彼らちょっと応援に行きまして、それでもらったところにこれがどでかく出てる瞬間、なんかここが赤っていうのがまたいいなって思いまして、誰かを意識してんだなこれみたいな。というちょっとした話でした。この名言、格言を普段言ってる方をなんかに当てこすりのような赤い色。なんかこっちはガンダムさんなんですけど、これどう見てもエヴァなんですよ。ああ、なるほどね。フォントが。そこもなんかいいなと思って。フォントがね。はい。なんかそうだったらすごいかっこいいななんて思ってます。そうなんだ。そんなわけで今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、自己紹介。はい、新相模原サポーターの東でございます。今日は、ゲート12代表ということで。ゲート12。ゲート12とは何ですか？新相模原サポーターグループの団体の名前でございます。はい。ちょっと、その一面も。東さん、その代表なんですね。代表だったんですよ、実は。そうですか。てっきり裏方の方から代表だったんですよ、ね。まあ、一応代表でございます。よろしくお願いします。じゃあ今日は相模原の、そうですね。まあ、ゴール裏の応援グループとしても、そうですね。いろいろ喋りたいことがあると。そうなんです。こういうことをやってるよみたいな、うんうん、ちょっと他のチームにないと、我々は自負しているプロジェクトでございます。なるほど。はい。でですね、今日の番組タイトルがですね、今そこ、あ、消えた。が僕出たね。はい。今そこにあるサッカーを愛すのである第5回。第5回です。じゃーんと。企画タイトルがですね、はい、SC 相模原非公認銀河系アイドル誕生の謎。そうなんです。ごめんなさい、全く覚えてなかったです。要は、まあ、クラブが別に公認はしてませんよってね。非公認のアイドル。銀河系の、しかもね、そうなんです、ただのアイドルじゃないですよっていうね。銀河系のアイドル。銀河系なんです。銀河系のアイドルが誕生しました。しました。今日きっかけにっていう。そうなんです。はい。今までは銀河系っていう肩書きはなくて、今日から銀河系っていう肩書きになりましたっていう、その誕生記念しての放送でもあると。まあ、アイドルたちのプロデューサーさんが OK 出すのかどうかはその辺よく分かんないですけども、銀河系です、うん、今日から。で、まあ、それの謎ですよね。はい、そうですね。なんでだろうっていうね。なぜですかっていうね。で、まあ、そこら辺の詳しい話はですね、もうちょい後に、そうですね、2部っていうか、はい、9時過ぎぐらいにやりたいんで、最初のこの1時間は、はい、まあ、ちょっとサッカーの話っていうか、はい、最近の J3 もそうですけど、SC相模原もそうですし、はい、いろいろ、さっきはね、JFL のそのミオさんのね、うちわの話から始まりましたけど、はい、この放送第5回で、で、東さん出たの第2回。2回ですね。何ヶ月ぶりですかね。あれ、4月ですね。あ、5月ですか。あれは6月ですか。あ、6月ですか。じゃあ1ヶ月ぶりですか。あれ、そんな経ってないんじゃないですかね。そうですね。ええ。前回は、ええ。相方はちょっとよく喋るやつだったんで。で、相当がゲストでね。そうです、はい。いろんな人がいる。あ、そうそう、思い出した。それ第2回の放送じゃないですか。そうなんです。で、あれ第3回の放送っていうのがその日の夜中に始まって、まあ、えらい迷惑だったって言いますね。寝ようと思って夜中。なんか帰ろうと思ったら。2時半ですよ。山形のサポーターが。やはり喋らせろと。ひどいですね、俺たちに今の山形の話をさせろって急遽、まあ、それが第3回で。そうですね。だから第2回の放送を見てもらえばですね、あの時も最後に、第2回の放送の終わりに、次回の放送ですとか言って、東さん宣伝してるんですよ。そうなんです。したのなのに、次は、次は、
次でもなく、その次のその次っていう。そうそう。その間に女子のワールドカップかなんかがあったので、あの、ね、6月に、はい。で、マリーシアさんっていう、あの、電子書籍出した方を第4回のゲストに呼んで、はい、で、そうですね。見させてもらったけど、すげえ面白かったです。面白かったでしょ？面白かったです。で、なんとその、面白かったっていうか、うん、再確認できたし、あ、そうなんだ、みたいな、うんうんうん。すっごい興味深い。ね。あとはマリノスの話とかもして、はい、割とだから、山川とか、まあ、マリノスの話もしたし、そうです。今 J1 のクラブの放送がちょんポンポンと続いたんで、今日はググッとカテゴリーを下げました。下がりました、下がりました。J3、久々にちゃんとやろうと。久しぶりですね。で、何から行きますかねっていうんですけど、今の状況っていうか、そうなんです、最新状況は、はい。今、教えてください。今 J3 ちょっと順位今出しているところなんですけれども、ざっくり、はい、ちょっとホームページ、すいません、出てないんですけど、今、まあ、予定外というか、まあ、あの、大方の予想に反して予想、いろんな人に予想を聞いたとき、あの、開幕前を聞いたときに、うん、まあ、まず、長野パルセイロと、町田ゼルビアさん、うんうん、この2チームが、そうね。あの、優勝候補に来るだろうということで、来てたんですけれども、うん、12中9人もね、はい、まさかの、JFL から昇格してきたレノファ山口さん。まだ、初年度のね、そうですね。J31 年目の山口さんが、相変わらずの、首位で。首位で。で、しかも、前々節、長野パルセイロさんと、はい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 、はい、やりまして、なんか0-2から3人でしょ ?3 人ですね。これ本物ですね。すごいですね。これはもう本物です。もう本物ですね。はい。はい、それはもう、腹くくらなきゃいけない。腹くくらなきゃいけない。それはもうね、受け入れなきゃいけないです。はい。はい。一巡した後の2巡目でこれなんで。そうですね。はい。マグレとか偶然じゃないですよねっていうね。で、あります。まあ、山口さんは、ほぼ独走状態ですか、はい、独走 2位が今、町田ですか、町田ゼルビアさんですね。勝ち点差がいくつなんですか、はい、勝ち点差が今ちょっと出してみますけれども。5?5 か 6?6 ぐらいあったんじゃないですかね。さあ、あっ、切れちゃった。誰かわかりますか誰もわかんないですかね。すいません。まあ、とかしかしてなくて、ずっと来て。そうです。9とか2とか3についてたから、もう、あと、山口の場合は、多分 J2 のライセンスをもう申請して、何ですか ?5?6 です。2とね。2とですね、はい。で、今申請して、ほぼ通るから、その、はい、多分ね。通りますから。ずっと言ってますけどね、はい、春先からね。はい、多分通るから。通るために準備をしていって、来てるだろうと僕も思ってましたし。で、勝ち点差5か6なんでしょ、はい、だから、あと直接対決ってもう町田も長野もあと1回しかないんでしょ？町田と長野は1回ずつ で、ね、でしょ？はい。だからもうそこに負けさえしなきゃすればほとんどもう1位でフィニッシュですって感じ で、ね、はい、どう思いますか？ J3 に昇格してきたチームがさ1年でバーンっていくっていうのってこれね、いろんな考え方あると思うんですけど、うん、実力認めなきゃいけないと思います、うん、正直、ね、チームはね、はい、強いねっていう、ね、強いんですこれは、うん、ただそれ以上に、うん、何でしょう、やっぱり何か、うん、今じゃあ既存の J3 のクラブって、うん、何か、起爆剤じゃないですけれども、このままでいいのかっていうところも考え直さなきゃいけないところには来てるのかなとも思ってますし、うん、例えばまあ当然ロイス、うんうん、この辺の木並み伸び悩んでるところも、確かに相模原なんかは特に伸び悩んでる部分ございます、うん、正直。で、それは、我々だけじゃなくて、他のチームももちろんそうだと思ってるんです。うん。伸び、数字を見る限り、やっぱり、たとえ、本当に劇的に伸びてるって言えるのかっていうのはなかなか難しいかなとは思ってます。J3 になったからっていうね。そうですね。J クラブになったから伸びてるわけじゃないでしょ、はい、っていうね。J2 年目を踏まえて、うん、じゃあ2年目だからってぐっと伸びてるかっていうと、うん、どのチームも正直そうじゃないと思ってますし、うんうんうん、その辺がもうちょっと考え直さな、改めて、うん、
既存のところで考えていかなきゃいけないところが来てるのかなと。ただただ、既存の J クラブの真似してりゃいいのかと。あ、はい、はいはいはい。そういうところにも来てるのかななんて思ってますし。そのクラブの、まあ、試合の、うん、プロモーションとかね。そうですね。知ってもらうことね。そうですね。来てもらうこともそうですけどね。はい、J1、J2 のようなね。はい。バリューっていうか、ブランド、がないから、はい、はっきり言えば。ないです。ないです。これ、まず自覚しないと、ね、ジェリングにおんぶに抱っこって時代はもう終わってるんだよって気づかないと、うん、ね、っていう。っていうのが、はい、まあ、2シーズン目に、はい、でももう、なんかこう、実感するなっていうところですかね。そうですね。再認識でいいのかなと思ってます、ね、僕は。いろいろ独自に、はい、クラブによっては、はい、やれるクラブは独自にどんどん、いろいろ、そうですね、それは。知恵を出してやらないとねっていうね。うん、ことを感じると。感じます。はい。山口さんは結構動員はいいんですかね。どうなんでしょうね。どうなんですかね。いや、まあ、多分クリアするでしょう、でもね。しますね。間違いなくのね、はい。ライセンスのあれはね。はい。開幕戦で7、8戦入ってますし、うん、それでも3、数試合5000キープしたり、天候悪くても3000キープしてるような。ところではあるんで。うんうん、で、一部、山口さんの場合は、維新、競技場、うん、でなく、下関使ったりして、いますけれども、うんうん、それでも、動員に苦しんでるところは見受けられないんで、うん、まあ、ぐっと来るのかな、なんて、はい。その後のことは知らないですけど。これはだから、まあ、新鮮、っていうか、JFL になって、そうですね、JFL になって、はい、今年もすぐ JS になって、はい、その町の人たちっていうか、山口の、ね、人たちって、今、すごいこう、まあ、勝ってるしね、はい、右肩上がりでこう、なんていうかな、動員もね。ですね。興味がね、強いから、周り、初学層だからとか、ね、うん、そういうのが今、ね、なんか追い風にもなってるのかな。そうですね、山口県内が追い風になって、ぐっといってる感はあるのかな、うんうん、そうね、もないのに何言ってんだと思うんですけど、まあね、それはもうあくまで僕の。まあ、客観的に、ね。客観的な部分で。はい、はい、で、ありまあ、去年のシーズンなんですけど、はい、金沢が1位ですよね。そうですね。で、今年金沢って今 J2 ないんですかね。まだ3位とか4位ですよね、確かね。そうですね。ですよね。だから、そのまま右肩上がりっていう可能性だって、ありますね、ゼロじゃないじゃないですか。だから、まあ、これはまあいろんな考え方があると思うんですけど、そのね、はい、さっきの内輪の話じゃないけど、J リーグのブランドがあれば、まあお客が増えるとかっていう、結構、短絡的なというかさ、発想ってあるじゃないですか。ありますね。まあ、この番組的には、割とそれをこう、批判めいて喋る人もよく出てくるじゃないですか。でもね、うん、別に、チームが強くて、数字に結果が出してて、昇格する分には、それは悪いことじゃなくて、いいことで、なんだろう。駆け足で別に昇格していくこと、うん、J2、J1 に上がっていくことが悪いことじゃなくて、まあ、その右肩上がりが止まったときに、うん、同じパワー、例えば動員とか、あと、まあ、マネーとか、うん、ちゃんとキープできることができてるかどうかみたいなところに、うん、まあ、ですね、懐疑的になるときがあるから、でもまあ、金沢、今年の金沢みたいに、どんどんそうやって、J3、J2 と、一年でどんどんともしもね、行って。まあ、J2、金沢の場合は、ここから J1 のライセンスが取れるかどうかはまだ未定なので。未定ですね。ですけど、特に練習場ですとか、うん、なかなかハードルは高いっていうのは聞いてますし、設備の面でしょ。で、その照明がどうとかね。そうですね。あるじゃないですか。スタジアムライセンスってやつ。で、でも、それは勝つことによって、今まで無関心だった、うん、街の人がね、注目するっていうのは、それは否定できない。はい、それはあり。はい、うん、だけど、うん、それがずーっと10年、20年は続かないよねっていうところが、ね、まあ、どのチームも逆にヒント。そうです。どのチームも、マンチェスターユナイテッドではバルセロナ、レアル・マドリードになれるわけないですし、うん、そんなの J リーグの歴史をたどっていけば、鹿島アントラルズぐらいじゃないですか。はあ、鹿島アントラルズだって、谷の時期も。何度も来てますし、そうですね、でその時に何どうなのっていうのもありますし、そこで頑張れるか頑張れないかっていうところにもつながってくると思います。そうですね。だからそのよく勝ち負け以外のところでどれだけクラブの魅力を出せるかっていうことを、まあメインで言うっていうかな、それが一番だっていう言い方もありますけど、はい、別に
勝つ負けるが当然あるスポーツだから、勝って昇格していくこととかカテゴリーが上がることは良くて、でもそれしかないんだったら行き詰まるよねっていうところだから、そこですね。なんかそこのそれしかっていう部分を省いて、なんか勝っちゃいけないっていう解釈する人もいますね。それはね、それはちょっと極端だろみたいな。そうそうそう、ね、そういうこと言ってるわけじゃないんですけどっていうね。ただそのカテゴリーにとどまっちゃった場合、例えば J3 にずっと4年いますとか、J2 に昇格するまでは勢いがあったけど、そこから5年も10年も J2 にいますとかってなった時に、じわじわと下がってくるっていうか、その勢いが止まってね、町の人からもなんか興味関心が薄れる。それを要するに勝ち負けでしか興味がなかった人からすれば、当然負け数の方が多くなってくれば、もういいやってなってきちゃうっていうのをある程度よくして、先を予測して今からやれることはやっといた方がいいよねっていうのが、まあ、勝ち負け以外のところでって話だし、で、まあ、要するに SC 相模原の場合も、多分、いずれは J2 に行きたいとか、当然 J1 に行きたいと思っているんですけど、今のうちにできることってなんだって、勝ち負け以外のところでっていうことをいろいろ考えていきたいと、まあ、特に東さんはそう思ってるっていうところですね。そうなんです。そうなんです。まあ、それが多分今日の企画の、まあ、第一部の、結構本題、そこです。メインテーマでもあるんでしょ？はい。そのとおり。それはじっくり聞きましょう。はい、ゲストを呼んでね。そうです。ゲストを呼びましょう。ね、ざっと J3 の状況だけ、今2位が町田で、勝ち点差が6でした、ね。6ですね。はい。で、3位が？ 3 位が長野パルセイ。長野。これはどんくらいなんですかね、どのくらいでしたっけ？誰か教えてください。すいません。僕の Windows がまだ止まったままなんで。東さんのパソコンが今。フリーズしちゃってますね。長野パルセイロ。ブルースクリーンになっちゃいましたよ。長野パルセイロは今、勝ち点差が。あまりに衝撃だったんじゃないとは思いますけども。もう優秀な、今日の女子がですね、すぐ出してくれて。勝ち点40です、パルセイロ。ああ。ゼルビアと勝ち点2。だから、レノファとは8。いや、これ厳しいですね。パルセイロは、今の、この状況、この時期にね。勝ち点差8で。結構1位は厳しいよねって。でもまあ、町田とはまだ2だから、直接対決もあるし。そうですね。で、その下。その下にいるんですね。いるんです。SC 相模原、なんと。勝ち点差39。39なんです。おー。なんか、去年の勝ち点もう上回ったらしいんです。すごいじゃないですか。いや、僕、ちょっと詳しいこと知らないんですけど。そういうところに。さっきから散々勝ち負けじゃないなんて言いながらも勝ってるっていうところもね、これは。プラスにしてね、はい。そうですね。ここまで、まあ、マシャゼルビアさんとの差が勝ち点差3というところなんで。ですね。で、これでまさに、来週、2週間後、3週間後、うん、直接対決構えてますんで。あ、そうですか。はい。8月 ?8 月の、こちらですね。何ですか、はい、あ、じゃあ、9日。今日カメラマンがですね、なんと、今日デビュー戦なんですけど。デビュー戦なんです。カメラマンは SC 相模原のサポーターのです、ね、名前言っていいのかな、丸尾くん？丸もくんか。はい。丸もくんが。丸。はい。なんかぜひ、はい。8月9日。はい。やってますね。ここを。ここなんです。大一番ですね。はい。13時キックオフです。炎天下の中13時キックオフです。さすが J3 となるとすごいですね。すごいです。これね、昨日ちょっとたまたまクラブの人に聞いたんですけど、はい、13時で。これ野津田ですか？これね、祇園さん。あ、祇園、あ、祇園ならね。そうなんです。祇園ならわかる。はい、13時の理由が。そうなんです。はい。いろいろ聞いたんですけど。照明がありません。そうなんです。はい。じゃあ、15時でいいじゃないかって、まあ、あるんですけど。まあ、日が長いからね。まあ、雨が降ったり、この時期って実は、結構、そうですね。スコールあったりして、ね、雷だったりして、中断してる、るね、はいはい、年に1回中断してるんですよ。で、雷伸びちゃうと、今度、試合できないっていう。そうすると、また、例えば、レノファ山口さんに、また、ちょっとすいませんけれども、水曜日に来てくださいっていうのも、ちょっと申し訳ないんで。ああ、そうね。はい、そういうのもあるんで、という。昼だったら、そうです、そうです。まあ、まあ、雨が降ってもですけど、ね、みたいなね。はい。なんとかできんじゃないかな。できるんじゃないかな、みたいな。なるほど。はい。ただ、まあ、はい、飲食店の関係みたいな。はい、飲食店。そう、ささやかな。それはつけとってつけたようなもんだろう、みたいな。ささやかじゃないんですか。はい。はい、飲食店の関係も、はい。あるみたいです。ありますね。いろいろあります。いろんな、正直じゃない。J3 はいろんなところで戦ってますから、今。そうですね。J3 クラブはもう。で、まあそこは直接対決で、はい、相模原が、まあ今4位で、はい、で、5位が琉球って今ちょっと見えたんですけど、はい、結構もう差が開いてて、4位のところは。開いてますね。だからこの、もう今年の J3 は、この4チーム、ね。4チームの上位争いというか、はい、その、まあ、もうちょっと
具体的に言うと2位争いみたいなところは、この町田と長野と相模原がシーズンの最終節までずっと行きそうだし、あの相模原はノーライセンスですから、ノーライセンスノーライセンスノーライフです、ノーライフですんで、あの2位になっても入れ替え戦はできませんっていうね。でもそれは僕らの革命ですから、革命なんだ。2位に入ってどうだと、もちろん1位になるに越したことないけど、今勝ち点差9は離れちゃったんですよ、俺の方だと、うん、で僕らが山口さんに、7月26日もう1個が10月のところでアウェーで、あ山口さんね、はい、勝ち点6しか縮められないんで、自力優勝はほぼもうない。あなるほど、はいはい、というわけで彼らが全あのその直接対決以外全勝してしまえば、はい、どうしても2位にしかなれない、まあ、それ祈っててもねっていうのもあるんで、もう我々はか2、一応当然目指しますけれども、うんうん、自力で当然駆け回すことはできるんで、そうですね。で、入れ替え戦出れなかったねって言って、ちょっと J リーグに一石を投じてやろうと。なるほど。一石をね。それはどういう意味ですか？ライセンスがなくても入れ替え戦をやらせろとかそういう意味、それとも。前者面白いですね。やらせろこの野郎って。私が思うに、まあ、町田と長野は、はい、当然ライセンス持ってるんで、そうなもう当然自力優勝したいし、そうですよね、最悪でも2位でね、うんうん、あの J2 の下から2番目とやるでしょ、はい、そこに望みをかけてるわけじゃないですか、そうです、それを、まあ、要するに邪魔する形ですよね、そうですね、ライセンスのないクラブに邪魔されるっていう構図が、そうです、世間の、注目を一番浴びる。浴びます、浴びます、浴びます。要するに邪魔したクラブみたいな感じで。そうそうです。放送がないんです、そのサイズスカパーで。本来あるはずの2つの試合がないんです。どういう意味？相模原ホームの。入れ替え戦がなくなるわけですよ。はいはいはい。スカパーのね。スカパーの。J2、J3 の入れ替え戦が。枠を潰してやろうと。うん、そうです。で、その間、2時間、相模原特集を流してもらおうと。そうなんだ、うん。すごい野望っすね。完全にヒールでいいんですよ、ね。もともとヒールで出てきてるんで、優遇枠っていうヒールが始まったんですよ。もともとなんかね、お前らずるいぞって3年間言われましたみたいなね、過去もあるんで、ね。今度は先生と言われても、お前ら出れないなんてずるいぞって言われたいなと。まあね、そうね。もう、いや、でもそれで一石を投じて、いろんな人に、考えてもらうっていう、時間も必要かなとは思ってます。はい、なるほど。こう、入れ替え戦がないことで、うん、いろんな人が、まあ、それで、まあ、J リーグの今の仕組みとか、いろんなものを考えるきっかけになればなっていうね。はい。あえてそのためにはヒールになりますっていう。そうです。はい、そうなんです。わかりました。まあ、がっかりするのはね、入れ替え戦を楽しみにしてるクラブの方や、他の、なんだろうな、まあ、J リーグの方たちもね、入れ替え戦は盛り上がってほしいなと思ってると思うんですけど、一番面白いのが、はい、最終節が、はい、はい。町田さんと長野さんが、あ、そうですね、直接。で、我々は、相模原は秋田さんと、うんうんうん。で、そこで、まあ、うまく勝ち点取ったり、勝ったりして、彼らの結果を待って、2位になれたら面白いな、なんて、うん。なるほどね、最後はね。最後はそうです。はい、1位がいいんですけどね、もちろん。もちろんね。だからまあ、まだ、こう、楽しみが。そうです、そうです。僕らは楽しみいっぱいあると思ってるんで。あと、3ヶ月ぐらいがずっとね、はい、続くでしょう、はい。この勝ち点とこの順位にいるってことはそういうことなんで。なんで多分一番喜ぶのはですね、あなたが応援してるクラブが2位になった場合ね、一番喜ぶのはね、はい、J2 の下から2番目のクラブ。そうなんです。超喜ぶ、はい。喜びますね。今のまま行くとどちらでしたっけ？今どうなんですか ?J2 の順位ってどう？下は、岐阜でしたっけ一番下は。一番下は大分ですか。大分。今、岐阜。岐阜。ラモスさんから喜ぶ。ゴルダービーができないんですね。ゴルダービーが。あ、ゴルダービー、ね。ゴルダービーできないんですね。あ、入れ替え戦ができないから、ね。じゃあ、ゴルシリーズでスカ、プレシーズマッチ2試合やって、はい、スカパの枠潰しましょう。なるほど。過激なこと言いますね。あと怒られますけどね。多分、J リーグの人から。なんてことを言うんだ、あの人たち。で、まあ、多分喜ぶのはね、ほっとするっていうか、ああ、本当、降格しないで済んだっていうチームが、まあ、1チーム、相模原の2位を祝福してくれますけど、それ以外から本当に余計なことしやがってて、きっと思われるぐらいのヒールになるんでね。まあ、今からもう ヒールになります宣言なんでね。私も楽しみにしてます。じゃあ、皆さん頑張りましょうということで。これから注目ですね、J3 まだまだっていうね。で、すいません、J3 のざっと順位だけ、5位から琉球で、
最新順位、すみません、もう一回。あ、6位ガイナーレ。ガイナーレ。はい。お勝ち点27。うん、7位が福島ユナイテッド。お、福島。ね、27。うん、で、8位、カターレ富山、勝ち点24。はいはい、で、9位、藤枝真由志、勝ち点18。うん、10位、グルージャ盛岡、17、うん、11位、ブラウブリッツ秋田、17、うん。で、12位が、J アンダー22セブンズ、14。で、YSCC が13で、勝ち点13。何も、J22 も最下位じゃなくなったの、ね、なくなりました。なるほど。そうなんです。少しずつ上がってと。そうなんです。あの、この前、勝ち点を上げちゃったんで。ああ、そうですか。ああ、なるほどね。相模原ね。はい。はい、まあ、J3 の 2シーズン目、総じて言えば、今ずっとこう昇格がとかって言ってますけど、はい、まあ残りの下に沈んでるチームも、まあ去年とそんなに大きく変わらないっていうか、そうですね。あの成績もそうだし、動員も、最初の冒頭の話ですけどね、別に2シーズン目になったから急に J3 の下に沈むチームがね、動員が多いわけでもないし、まあ多分いろんな面で苦しんでるんだろうなっていうのは、うん、伺いますけど、はい、数字的に見てもね。そうですね。まあ、課題はまだまだね、J3 はね、特に多いですよね。はい、J1、J1、J2 も多いですけど、はい、いろんなね、問題は。でも J3 こそが、はい、なんか、こっからどうするっていうね。うん、で、まあ、その J3 の今の順位の中の、はい、あの、まあ、4位にいる相模原が、はい、じゃ勝ち負け以外のところでどんな、こう、盛り上げ、注目をしようとしてるのかという、うね、まあ、今日の本題、いよいよ行きたいんですが、はいはい、ゲストじゃあ、一人目を呼びましょうということで、はい、じゃあ、東山さんからご紹介をお願いします。はい、いきます。はい。はい、ツイッターで、ちょっと某番組、ラジオ番組をやらせていただいて紹介しまして、非常にリツイートが増えまして、はい、何かと言いますと、本日、あるコンビニエンスストアのオーナーさんをお呼びしております。コンビニのオーナーさんですね。はい。はい。はい、通称、いかがわしいコンビニエンスストアという。通称がいかがわしいコンビニエンスストアという表現をする方が非常に多いんですけれども、はいはい、まあまあまあ、決してそういうわけじゃないんですけれども、はい、どれだけすごいのかというのを、ちょっと後ほど説明させていただければと思います。はいはい、ご紹介させてください。3F 相模原富士見町店オーナーの渡辺さんです。はい、渡辺さんです。よろしくお願いします。お待たせしました。お待たせしました。後ろを、ぜひ撮ってあげてください。宣伝ですね。渡辺酒店。酒店。いわゆるあのね、こんばんは。あ、こんばんは。よろしくお願いします。酒屋さんからコンビニになるってよくあるこうパターンの渡辺酒店さんだったっていう。私に代替わりして、コンビニエンスストアに、はい、3F という、ね。3F という、はい、コンビニに。はい、実は私も東さんに連れられて、そうなんです、1ヶ月か2ヶ月前にお伺いして、ね、まあびっくりしましたけど、宣伝していただいて、何なんだろう、ここはコンビニじゃないなっていうね、うん、コンビニとは言えない、もう、ね、もうすごいっていう、僕はもう第一印象からすごかったから、ゲーフラが飾ったんですね。ですよね、そういう写真ってあるんですか、なんかツイッターで上げたんですか、それは。上げましたね、私が、ね、はい、今回、今そこにあるサッカーを愛すので、あるの。ツイートでも、リツイートおよび、投稿はさせていただいて。じゃあ今、リサーチャーに探してもらっていいですか。何日か前にツイートしたんですよね。そうですね。はい。それを、そうですね。前にツイートしてもらって、また新たにツイートしてもらって。そう、私もその、ヘガさんに連れられて行って、はい、まあ、パッと見、外観はもちろん 3F って書いてあるんですけど、はい、くぐった瞬間にですね、まず、パーンって正面に、SC 相模原の、現在の順位とか、はいはいはい、今日現在の第何節まで、はい、全部負け勝ちとか、そうですね、何点何とか、はい、まずバーンって貼ってあって、その並びに全選手の一人一人の写真とプロフィールがバーンって貼ってあって、はい、そうなんです。まず正面にそれが貼ってあるっていうね。全く誰も、クラブの方が渡してるわけでもないですし、うんうん、ご自分でね、もうそうですね、キャッチングでもないんですよ、ね、もう勝手に作らせてもらってますね。あ、これです。あ、じゃあ、これ。これを、超アナログのやり方、はい。これが、その 3F の店内の。はい、店内にゲーフラが飾ったんですよ。そう、正面はそういうパッド、勝ち点がどうとかなんですけど、横に行くと、ちょっとおにぎり買おうかなとか、お茶買おうかなと思うじゃないですか。いわゆるそういう陳列してるとかあるじゃないですか。はいはい。そこに行くとですね、なんか横に長い、異常に長い弾幕が。そうなんです、弾幕が。あれ、SC 相模原って書いてあるんでしたっけ、何でしたっけ、なんかありましたよね。そうです。頑張れ、SC 相模原。
そうなんですよね。あれ、10メーターぐらいの弾幕ですよね。そうですね。もう、横幅フルに使って。ですよね。すごい。なんて非常識なっていう。常識外れな。本当はすごい。だから、メーカーに。でしょ、ええ、メーカーのポスター貼んなくちゃいけない。普通そうですよね。普通そこ、おにぎり今全品20円引きとか、そういうキャンペーンここですっていう。ジョージア、いくら引きとかってやってるところなんですけど。すごいですね。頑張り、S 字相模原っていう緑の弾幕がブワーってかかったって。もうそれでだから何屋だかわかんなくなったって、ね。ちょうどでも始めたのが2年前ですよね。それをはい、うん。まあ少しずつ、初めからあそこまでじゃなかったんですけど、はい、初めプロフィールから始めて、はいはい。で、こう、まあ、ゴール裏に行くようになってから、大玉幕いただいたり、なるほど、ゲイフラー飾ったり、オーナーさん、日曜日書き入れ時なんですけど、ゴール裏にいます。試合の時間になると、店を抜けて、祇園のゴール裏で応援して、割とまたすぐ帰って。そうです。もう戻られます。もうそのための、バイトのシフト組んでますから、自分が抜けれるように。すごいです。で、今、そのお話した2年前っていうのは、はい、東山さんがその時からも出会ってたんですか？2年前。全然あれですか？ほとんど勝手にですか？親睦会の時だよね。そうですね。あったのはね。はい、そうですか。ちょうどだから、ずっと1年半前ぐらいになって、ね。はい。うん。それでお会いして、もともとは、うちのサポーターさんが裏に住んでて、はい、はい。で、私の冷蔵庫っていう、表現をしてたんですよ、そのサポーター。はいはいはい。そう、うちのことを。もう、自宅に冷蔵庫いらないぐらいね。そうです。和子ちゃんがね、和子ちゃん見てる？まあいいや。で、その話から、なんかやっぱり、渡辺さんの中でも、そうなんですよね。だから、和子さんがですね、和子さんってのはサポーターですね。そうです。裏に住んでる。はい、裏の、沖縄行ったり、どこどこ行ったり。なるほど。で、よくそういう話を聞くわけですよ。うん、私ずっと、息子さんの応援に行くんだと思ったんですよ。ああ、ご年配の方なんですか。面白い話をすると、尾身さんっていらっしゃるんですか、はいはいはい、ベルディに、元ベルディ、はい、元柏の。尾身さんの息子さんって、はい、今、岐阜にいらっしゃって、はい、その息子さんと高校時代同級生の、うんうんお母さんなんです。なるほど。その裏に住んでる方がね。はい、はい、はい。だからその自分の息子さんの応援ずっと言ってると思って、サッカーの応援を、ええ、まさかまあ私の中では、うん、そのサッカーチーム、まあその J に上がってない頃ですよね。まあ、ですよね。まだ JFL ですもんね。のことを追っかけてその全国回るっていう感覚は私の中にはない。一切なかったんですよ。うん、そうですよ。コンビニの人からすること。おかしいっすもん。そう、ずーっと息子さんのことだと思ったら、ある時に、うん、いや、SC 相模原の応援に行ってるんだと。うんうんうん、はぁですね。そんなに魅力あるのかな、その JFL っていうものは。うん、ちょっとじゃあ、試しに、話聞いてみようかなと思って、で、その時に、クラブの営業の当時松本っていう人間ですけど、はあええ、で来てもらって話を聞いたんです。ごめんなさい、渡辺さんはじゃあ試合をまず見に行ったんじゃなくて、ええ、そのそうもういきなりクラブに電話して、はい、ちょっと話聞きたいんだけど、その時その近所に住んでる和子さんって、はあ、JFL 確かそのシーズンは解禁したんですよ。全社。俺と一緒で。で、あの時に解禁したの、俺と和子ちゃんだけだった。周りで。そのぐらい、うん、で、だから、それがやっぱり、こう、感化されちゃったっていう。うん。まあ、まず、たまたま裏に住んでたっていうとこから、はい、冷蔵庫代わりに 3S をずっと使ってたっていうとこから、しょっちゅうお会いになってて、ある時気づいた。はい、この人、JFL を応援してるのかと。なんだろうそれっていうぐらいの感じで。なんだろうそれっていう。で、まあ、もともとその、相模原のこの、しらけたムードっていうのが、すごい、みたいな。相模原市のね。市でありながら、しらけてました。しらけてるわっていう。クラブの話ではなく、まずね。ねまず相模原の部分で。ねはい、でも、なんか面白いことないかな、みたいなね。そう、面白くできねえのかなっていうところで、うん、もしかしたらじゃあなんかその、きっかけなんじゃないかな。
っていうので、なるほど。でまあ、それと合わさって、クラブの、うん、来てもらって、うん。うん、まあ、そしたら、まあ、まあ、ちょっと横道に逸れちゃいますけど、うん、ちょうど、ももクロの話になって。ももクロ。桃色クローバーですね。ももクロ、はい、はい。今日のリサーチャーが、赤いの持ってますけど。私も赤いんですけど。繋がっちゃった。ももクロが好きだと。もともと。まあ、もののふ。もののふですよ、はい。はい。で、たまたまそんな話を、その営業したら、クラブの人に。うちの選手にも、モノノフがすごい。モノノフがいるんだと。いた、あいつだ。それは言って大丈夫なの？その選手に。いいです。今、アスルプラの沼津にいる鈴木潤っていう選手が、はい、鈴木潤選手は、モノノフだったと。はい、で、クラブの人も、うちにもいるんですよ、モノノフがと。じゃあちょっと今度連れて行きましょう。そんなのになんかね、ここの話意味がわかんない。全然意味わかんないです。全然もう、もうだからサッカーとかどうとかっていう全然話じゃないんですよ。はいはい、で、まあいいな、ちょうどで1週間後ぐらいにその、鈴木純くん連れてきてくれて、はあ、で、ももクロ話に盛り上がったんですよ。サッカーの話じゃなくて、関係ねえ。超関係ねえ。あの、多分メンバーの話とか、そうです、そうです。俺、あそこのコンサート行きましたとか。ね、そうです、うん。で、そんな話を。自由だな。本当に自由なんですけど。だから、スポンサーになるだとか、サポーターだとか、試合を見るとかっていうのが、まだそこの時でもないわけですよ。はい、うん。で、その、スポンサーって、私の中で、一そのコンビニが、ね、一、うんうん、サッカーチームのスポンサーになれるような、うんうん、存在じゃないと思ってたわけですよね。うんうん、だもう、金額としてもやっぱとんでもない。例えば、まあ、100万、ね、200万単位っていうところから始まるんだと思って、はいはい、うん。なんで、だからスポンサーじゃなくて、なんかこう、手伝えることないの、うん、っていう話を、まあしたんですよ、チーム、うん、クラブ側の方に、はいはい。うん。で、まあそしたら、まあ、まあこのぐらいの金額からありますよっていうので、うんうんうん、ああ、それだったらちょっとできるかなと。その少額なね、設計のね。うん、でも、何ですかね、まあ。それなんか応援チョップですみたいな。企画だったりするわけでしょ。よくサッカークラブにあるじゃないですか。はいはいはい。なんとかシルバー会員です。はい、そうですね。そういうやつですね。ブロンズですね。一番下になるんですけど。はい、って言われたんですが、はい、そんなに思わな、なんか惹かれなかったです、ね。そこでもね。結局スポンサーの存在って何なのかなっていうのが、うん、自分の中で意味分かんなかったわけですよ。分かんなかったから。はい。うん、でもスポンサーっていうのは本気で。うん、チームのことを応援するものなんだろうと。うんうん、私の解釈はそこの時に、はいはい。で、実際だから自分はそのギヨンスなんて知らなかったんですよ。はい、あそこの浅溝の地にスタジアムがあるなんていうのは一切知らなくて。うんうんうん、でもやっぱりお客さんに聞いてみればみんな知らないわけですよ。うんうん、ちなみに渡辺さんはもう地元を生まれて、46年間。46年間。聞いたことねえっていうね。本当そうなんですよ。まずそこにサッカー場があること自体を初めて聞いたぐらい。はい、街の人も、その 3F のね、そうですね、よく買い物に来る人も。でましてや、だからそんなのサッカーチーム自体も、先ほどお話したとおり知らなかったわけですよ。はいはい、知らなかったと、だったらじゃあ自分のやることは、もう決まったなと。うん、なるほど、まずそこを紹介することでしょうと。うん、だからその、いわゆる、なんとかスポンサーみたいな形で、まあ、少額ですけど、お金だけ払って、っていう形じゃなくて、もっともっとまず知らない人が多いんだから、知れ渡るような、サポートをしたい。そうですね。って思ったんですね。はい、それがまあ、自分の中のスポンサーサポーターっていう解釈ですね。ね、まあ、そこから、まあ、店がああいう形になったんですけど、はまあ、一番普通考えられるのは、ああいうことをやって、本部の そう、本部ね。そう、3F フランチャイズという。ですよね。はい。はい、で、まあ、その中でも、一番初めにあれを作ってくれたのは、本部の人間だった。おかしい。3F、3F、本体自体も自由ですね。自由もう、いいよいいよと。もう、やりましょうと。私が、じゃあ、たまたままあ、その人間が、他の店で、専修大学のアメフト部の紹介を、他の店でね。やってたらしくて、
じゃあそれと同じように、選手紹介しましょうと。なるほど。はじめはもう本当に選手紹介のやつだけを、したんですけれども。それからまあ、約それ2年前ぐらいの話じゃないですか。そうですね。だから、今の形って、もう本当に頭おかしいんじゃないかっていうぐらいに、県内にですね、弾幕だけじゃなくてですね、しかも選手のゲーフラとかですよ。はいはいはい。もうほとんど、SC 相模原、オフィシャルなんコンビニかぐらいの、いろんな飾り付けがあるじゃないですか。そこはもう、急ピッチでガーってなったんですか。ここで来たからですよね。そうですね。今度、じゃあ、実際に祇園に行ってみようと。そうですね。そこからですか、スイッチが入り出すのは。まず、だから、とりあえずやり始めて、まあ見なきゃ始まんねえだろうと。うん、うんうん。でも、私の中でもサッカー見るって、うん、もう正直、ルメニゲぐらいから止まってる。てか、ルメニゲが出ることがおかしいですよ。もうまあ、ドイツ、相手に言いますけど、ドイツ代表のね。ヨーロッパツアーですね。三菱ダイヤモンドサッカーを。今まで、やれ、ももクロだとか、そういう方が、いきなり、振り幅、こう来てる、ルメニゲ。これがすごい。まあ、それがすごい。それぐらいの、多分80年代ぐらいで、時は止まったってことですよね。もうゼロクスーパーサッカーとか、辺でもう止まってたわけなんです。そう、はい、あれ、誰かの引退試合からやったんですよね。あれじゃなくて、ちょうどボカジュニアスでマラドーナ来た、ゼロクスーパーサッカーと、で、ルンメニゲが、ちょうど小学校の、サッカー教室、開いてるときに、行ったんですけど、中学生だったんで、入れてもらえなかった。もう、中学生で敵を食らったって。渡辺さんが中学生のときに、ルンメニゲが来たと。そうです。街に。街じゃなくて、国立だったんですかね。どっかのサッカー教室に来たと。それ以来、サッカーよく見てねえぞっていう。もう。なるほど。だから、ざっくり30年間ぐらいは時が止まったぐらい で、はい、でいきなり、まあ、J1 でもなく J2 でもなく、はい、JFL のサッカーの試合を見に行ったと、はい、そうなんですよ、うん、でまあその時もちょうど先ほどの和子さんがいて、はい、まあ、こっちこっちってもうおいでとでそのまんま、まあ、当時はゴール裏じゃなくてゲート12とかね、そうですね、うん、バックスタンドがあってね、バックスタンドのところに、そうですね、で、そこに混ざって、まあ、観戦したり、応援して。まあ、こう、まあ、ちょっと、まだ初めて、やっぱりその応援団の中に入れないじゃないですか。うん、うん。うん。で、まあ、ちょっと引き気味で、見ながら。うん、ただもう、怒られちゃいますけど、何が面白いのかさっぱり、わからない。いや、いいじゃないですか。正直、みんなそう思うと思います。最初は。これがサッカーなの、うん、っていうのが。だってルミネの後がそれですもん。そう。やっぱその始まりだったんですよね。うん。まあギャップはありますよね。で、逆にでもそこで火つけられましたね。うん。どんなとこですか、もう応援してやりてえな、みたいな気持ちになる。正直その瞬間っていうのはどのタイミングだったんですかね。まあ、前も飯塚さんと話した時なんですけど、これサッカーを見に人が来るってのは難しいだろうと。サッカーのクオリティね、ピッチの質ね。はい。うん。まあ難しいだろうと。まずもうそこにを感じたわけですよね。うん、うん。だからその中で、でもこう、まあ逆に言うと、見に来ればクオリティが上がるんじゃないか。うん。そういう、まあいろんなことを考えながら、うん、うん。うん、だからお客さんが増えればクオリティも上がるし、うんうん、でまあ、その J3、J2 上がっていけば、うん、うん、面白くなり、うん、うん。その中で、じゃあ、自分ができることっていうのは、まあ、お客さん増やすことなのかなと。うん、だから、その、さっきのコンビニで、最初、モノノフですから、鈴木純選手、出会いました。で、ただスポンサーになるだけじゃなくて、やっぱり、ファンを増やす、盛り上げるよって、その時も思ったけど、まあ、スタジアム行って、さらにそう思って、そうですね。ダメだろ、このサッカーのクオリティじゃっていうね、もっとお客が増えて、要は入場者収入もどんどん増えてとか、で、そうすれば、チームが強くなったり、まあ、昇格していったりして、クオリティも上がるんじゃないかなって、そうですね。なるほど。もうすぐパーンとそこはつながって、あ、なるほど。で、まあ、その中で、こう、はい、まあ、チーム、クラブの方と交渉して、J3 に上がった年は、そのチケット販売、うん、させてもらい、本命の、そうですね、そうですね、昨シーズンの話ですよね、そうですね、そうですね、あとは
まあ、その中でもこう、まあ、いろいろ提案してる中で、うん。だからまあ、うまくいかないこともありながら、うん、うん。まあ、ごめんなさい。はい、最初に、その、選手、3F のね、はい、本部の人もね、はい、まあ、ぜひ、SC サガメラの飾り付けしましょうよから始まって、ポンって、どんどん増えていくじゃないですか、いろんな。はい、で、最終的には弾幕だけエフラが今なってますけど、はい、それも結局、まずはコンビニに自分のお店に買い物に来るお客さんに、ええとにかく SC 相模原っていうのをバシッと一発で伝えるためには、ええ、そういう飾り付けっていうんですか、そうですね、視覚に訴えるというか、ええ、何ですかこれって思わせるぐらいのことをしようって思ったんでしょ。やっぱり中途半端じゃ絶対無理ですよね。なんかね、棚の脇の方にこっそり小旗だけ飾ってますじゃなくてね、ポスター1枚貼ってますとかじゃなくて、この渡辺さんの 3F を、ツイッターで上げたときに、うんうんうん、うちにもありますっていうのが松本山川だったんですよ。うんうん、何うちにもありますって何？コンビニです。あ、そういうコンビニは、うんうん、塩尻かなんかの。なるほどね。で写真見させてもらったとき、うわーそっくりな人がいるんだなと思って。それは塩尻のコンビニっていうのは 3F なの ？3F じゃなかったですね。何なの？それは。覚えてる？覚えてないです。調べてもらったんですけど、これ気になるね、今ちょっと話がそれるんだけど、あと聞いてるのは富山にもあるって富山ですね。今見てる人で情報をぜひ垂れ込みを、我が町にもあるぞと、ね、うんうん、その多分コンビニっていうのがちょっと特殊な話で、多分いろんな縛りがあると思うんですよ、チェーン店だから、はいはいはい、それを突き抜けるというか突破してですね、サッカーチームの、まあ、別にサッカーじゃなくても同じなんだけど、ガンガン飾り付けするって普通まあゴッハットっていうか、そうですね、多分 NG 出る話じゃないですか、ええ、それがやれるっていうのがまず、うん、やって、まあ、やっぱりやってる最中で、うん、ストップかかった時はありました、うん、最初はね、ええ、そうや、それはもう、まあ、もちろんその本部の人間が関わってるんですけど、やっぱりその上からのストップっていうのはかかったんですけども、うん、ね、ただここが一番のポイントなんですけれども、うん、はそれをやることによって、うん、お客さんの数、売り上げが上がったわけですよ。ああ、なるほど。数字は結果出したぞと。結果を出したんですよ、本当に。それは強いですね。はい、何しろ、まず、もうこのゲートの方たちが、はいはい、サボタが。来てくれて。あのね、うちの場合はね、また面白い、偶然なんですけど、近くのローソン潰れちゃったんですよ。すげえリアルな話。で、2番目に近いコンビニが。もう、あれでしょ？便利にしたとこがなくなったから、次に便利なとこが渡辺さんのとこだったっていうね。はいはい。で、その時がタイミング的にすっごい被ったんですよ。渡辺さんの 3F の周りにも、現役のっていうか、すでに SC 相模の応援してるサポーターの人も、まあ住んでて、はい、で、まあ、応援するぞって店がなった瞬間から、まあ、足芸に通ってくれてて、うん、まあ、多分、相模のサポーターだけの力で売り上げが上がったわけじゃないと思うんですけど、単純にそのコンビニの大手から、上の本部からすれば、まあ、その飾りを付けをすることで売り上げが下がってるんだったら当然ダメだぞってなるけど、上がってるから、まあまあじゃあしょうがないかって、そうですね。しぶしぶ認めるっていうか。はい、年2回 3F のその展示会っていうのがあるんですけど、はあはあ、その場でうちは、毎年毎回発表です。優秀点ですよ、みたいな。こういうことをやって、まさに、地域の独自の色をちゃんと出して、こういう形で売り上げを上げているっていう、成功例として紹介するようになったっていう、なるほどね。まあ、この後の話になりますけれども、サッカーだけじゃなく、うんうんうん、アイドルの方との絡みによって、この、ね、そうですね。この絡みで、どんどんうちは、うまくいってるっていう、はい、現状ですね。それは素晴らしいの一言ですね。うまくそういうコラボ、スポーツとか、まあアイドルもそうだけど、いろんなものを組み合わせて、地域の人にもしっかり認識してもらって、数字的に結果も出すっていうね。はい。それは素晴らしいですね。ありがたいですよね。で、ごめんなさい、まあ、渡辺さんはそういうふうに、まあ、約2年間で、そうですね。とにかくファンを、多くしたいっていうのをきっかけでやってきて、はい、東山さんともまあ1年半とかそんくらいに知り合って、ね、で、ゴルランにも今はもう普通にゴルランの方で
最初は様子見てただけだけど、今も一緒に応援してるっていうか、まあ、立ってね、応援してて。はい、最初の方は、後ろだったんですよ。うんうん、で、どんどん押して、前に行って、行かせて、今最前列にいます。で、東山さんと渡辺さんが、まあ、こう、今日のテーマのね、はい、その勝ち負けじゃないところで、はい、どうやってクラブのお客さん増やすかみたいなところ。で、渡辺さんも最初に見たときに、このサッカーじゃしょぼいと。はい、だから、つまり、先に選手が頑張っていいサッカーするのを待つ前に、はい、自分たちの方から盛り上げて、お客を増やしてっていうのは、考え方ほぼ同じじゃないですか。そうですね。で、具体的にはなんかその、この約1年間とか1年半の中で、はい、あんなことやろう、こんなことやろうっていう相談は、2人の中では結構してきたんじゃないですかねっていうのは。そうですね。今年多いっすよ、ね。今年はもうずっとそんな話してる、ね。ほぼほぼ。うん。週1ぐらい。うん。じゃあまず、アイドル以外の話で1個挙げるとしたら何かありますか？これね、まだいいのかな。まあまあ、いいか。まあ、物見てない、話してないからいいんでしょう。あのアピールしたいと言ってもらえば。そうですね。ちょっとクラブにけしかけて、クラブのエンブレムをついた商品を出せるように動いてます。はい。もう近日発表の、発表があるはずです。それは何らかの商品ね。商品です。そうですね。はい、この、こんな、二人で、試合終わった後、某カレー屋さんで、飯を食って飲みながら、和田さん、これ、こういうのやりたいんだけど、から始まったっていう。はいはいはい。ああ、大丈夫大丈夫。できるできる。本当にやるんだみたいな。じゃあやろうみたいな。これ今、まあ、生放送でね、今日7月の23でしたっけ、ね。今日の時点でちょっと言えないけどねって話でしょ、はい、要は。もう近々多分発表できる。発表あると思います。そうですね。明日、明後日には。別に怪しい話をしてるわけじゃなくて、今まだ、微妙な。はい、そうですね。私はちょっと事前に聞いてるんで、まあ、知ってますっていう。で、まあ、この放送を、まあ、アーカイブで見る頃にね、皆さんがね、はい、あ、なるほど、この商品のことを言ってくれるのかと思ってくれればいいんですけど、多分その地域の、例えば特徴、まあ、相模原市とか、はい、あと、SC 相模原ってクラブとか、その後地域の産業とか、そのいろんな、まあ名産名物とかってどうやって組み合わせて、はい、盛り上げるかみたいなことを、まあいろんな J リーグのクラブや JFN のクラブもみんな考えながらやってると思うんですけど、はい、だいたいクラブの人が、ね、そのクラブの中の人がそれをこう動いて、主導して、動いて成立するっていうことは結構あると思うんですけど、その街の人や、はい、まあサポーターとかから、投げて、クラブの方に打診して、はい、多分いろんなその調整とか段取りもしなきゃいけないし。そうですね。言っただけじゃ動かないでしょ、うん、だから、ね、ある程度、外堀埋めるっていうか、そうです、お二人を中心にいろんなことをちゃんとやって、あとはもうクラブの方でやりましょうって、クラブの方が逆にパンって乗りやすい形にした商品が、近々、誕生するよっていう、この程度だったら別に大丈夫ですね。そうですね。要するに地域のブランドとクラブと、いろんなものをちゃんと混ぜて、コラボして、クラブの価値っていうか、クラブの認知度も上がるような形で、渡辺さんがそういうことをまあやりたかったし、まあ東山さんもそういうことは必要だと思ってたっていうのが。きっとそうだと思いますよ。一つその何ですか、勝ち負け以外のところで、クラブをどう盛り上げるか、つまりもっと具体的にはどうやってお客さんを増やすかだし、お客さんを増やすってことはまず知ってもらってスタジアムに来る、その最初のきっかけ作りって、そうですね、サッカーの試合がありますっていうあのポスターだけじゃ弱いから、弱いですね、もっともっと、無関心な人が、ライトな人が興味をパンって引くような仕掛けを、渡辺さんもしたかったと。そういうことですね。もう、結局、サッカー好きな人口なんてもう決まっちゃってるじゃないですか。うん、既存の、ね、その中で、もう、いいサッカー見たいったらもう、テレビでもういいサッカーいっぱいやってるじゃないですか。そうですね。わざわざその、下のリーグを足運んで見に行く。うん。うん、結局、そこの中ではサッカーファン以外の人間をいかに取り込むか。っていうところにかかってると思うんで。全く無関心な人ですよね。はい、はい、そうです。もしくは、ヨーロッパのサッカーは好きだけど、はい、日本のサッカーは、なんだろう、興味ないっていうか、まあ、要するに、質が低いみたいなね、はい、まあ、そのイメージでね、
面白くないみたいな風にして、全然来ない人たち。はい。だ実際私がそうでしたから。まあそうですよね。はい、ルンメールゲ見ちゃってるんですからね。マラドーナ見ちゃってるんですからね。そりゃそうですね。はい、でも、うち、いますよ。結構、ゴール裏に、ボカのレプリカ着てる人がいたんですよ。うんうんうん、で、それが、翌週、相模原のレプリカに変わってたりとか。うんうんうん、まあ、そういう人の、ね、それはもう某カレー屋さんがきっかけなんですか、まあね、だからそういう人が最初どんなきっかけだったかっていうときに、うん、まあ、友達から誘われた、例えば近所に住んでる既存の相模原のサポーターと顔見知りだから、たまたま行ったら、うん、その、ピッチ上のクオリティ以外の面白さをその、はい、連れてってくれた人がすぐ教えてくれたから、はい、パンって気づけたっていうパターンもまあ、はい、あると思うんだけど、うん、渡辺さんの言ってるのはまあ、相模原市民がまあ約60万、70万人いるんですよね。はい、ほとんどが、50万人ぐらいが、はい、そもそもサッカーに興味ねえだろうっていう、そうですね、そういう人たちにどうやって情報とか魅力をアプローチしていくのかっていうのは、はい、やっぱり、もっとやんなきゃいけないなって。そうですね。だから、相模原って、その、サッカーだけじゃなくて、いろんなものが宣伝ベタだと思うんですよね。うん。ですね。だから、本当に、今回のテーマの銀河系っていうのもありますけど、うん、はいはい。はやぶさなんてものすごいものがあるのに、そうですよね。ええ。一向に使わないのはどういうことなのかなと。うんうん、はやふさと何かがコラボしてたって話を、うん、昨日ちょっと打ち合わせをさせてもらったんですけど。あ、そうそうそう、宇宙兄弟。これ誰も知らない。知らないんですよ、ね。あの、宇宙兄弟ってあの、漫画の、漫画の、はい、映画化になったやつでしょ、はい、はい。大泉洋が出たやつでしょ、はい。の何が、それが何、あの、JAXA。相模原にある JAXA、はい、宇宙学研究所とコラボしてたっていう。はい、ただ、それを告知している経緯があまりに薄いんで、認知度が低いんですか。じゃあ宇宙兄弟の漫画の原作にの舞台になってるみたいな話ですか。どうか、そういうのも全然わかんないですよ。あ、なるほどね。コラボしてるってのはわかるんですけ ど, ど、ね、それが相模原市民ほとんどの人が知らないわけですよ ね, なるほどね。じゃあそういうのは、まあ、要するに情報の告知拡散の仕方が、うん、あの下手だなって、まあ、渡辺さんが感じてた一つの例としてもね、ええ、まだまだその相模原の良さ、町のですよ、はい、いろんなものがあってもうまく生かしきれてなくて、はい、それが広がったりつなげ合うこともあんまりできてないっていうところは、まあ、ね、普段から感じてて、40何年住まれてるの本当にずっと感じてて、いやだから私なんか逆にそのいいところはいっぱいあると思うんですよ、うんうん、あ、そうですね、で正直私はもう予想に住む気はもう全くないですし、うんうんうん、で、いいところを本当に挙げろって言ったら、本当そういう部分で面白いのはいっぱいあるわけですよ。要素としてはね。ただ、ね、ただ、みんな何もないと思ってるんですよ。うん。その人たちの歌にもありますけど。60万人、70万人の人たちは、どっちかというと相模原って特に特徴ないよねって思っちゃってるっていうね。そうなんたぶん先入観でもあると思うんですよ。何にもない、何にもないって、うん、先人者たちがそう言い続けて、うん、自虐的なことをずっと言い続けてるから、何にもないな、うん、相模原自虐史観みたいなのがあるんだよ ね, そうね。ネガティブですよね。なるほど。こんなこと言っちゃいけないんだけど。結構歴史とか見てると、あ、こんな面白いのがあるんだとか。なんか一個面白い人ないですか、歴史上で相模原。歴史上で相模原ってないんですけど、はあの、うちの、うん、あの、先祖が、うん、なんか、天に連れられたっていうエピソードが、相模原の、うん、広報誌みたいなところに載ってるんですよ。天に連れられたって何？なんかね、あの、よくわかんないです。羽衣着て？なんかそうそうそう。羽衣着て。みたいです。なんか連れてかれて戻ってきたっていう伝説。天女ってこと？内臓抜かれたとか。いや、じゃないと思いますけど。それは神話の話です。神話ですよね。で、その本を見せられて、これはうちの子孫だよ。先祖、ご先祖様だよって。で、東山の、東山の祖先の話。そうね。すごいエピソードです。東山の祖先に天女がいたって。天女なのかよくわかんないですけど、なんかそういう。一回天に、ね、上がられて、また地上に舞い降りた方が祖先にいるっていうね。バッカみたいなね。へぇ一応そういう家系らしいんですよ、うち。なるほど。あの、相模原の駅前の方では。だから、まあ、渡辺さんが感じたことは長年暮らしてるし、
一個一個のパーツとかコンテンツはあるんだけど、ええ、どれもなんか生かしきれてないし、そうですね、ぶつ切れになっちゃってますよね。あとは繋がってないな、みたいな、ええ。単発で全部終わってて、みたいな。だからそれをなんかこう、もどかしく感じてたから、ええ、いろんなものを繋げていきたいなっていう気持ちはずっとあって、で、多分 SC 相模原っていうサッカークラブの存在も一つのその、まあ、コンテンツっていうか、はい、一つの素材っていうんですか、そうですね、その街の良さとしての一個の素材として、はい、やっぱり、つなげたいし、盛り上げたいし、はい、うん、っていうのが。何しろつなげたいですよね。なるほどね。うん、あとは、まあ、さっきその新しい商品がっていうのがね、はい、今2人がちょっと今年になってからいろいろ考えたことですけど、もう今すでに実現してることで今年になってからこんなことできてんだけどっていうのは何かあるんですか？実現してることはまだないね、そこ。じゃあ、まずこれが一発目ですか、次のね、今。はい、あと、まあ、昨日ちょっと東くんと話してて、はい、スタジアム周りを使ってね、そうですね、やろうっていう。クラブの方が、うん、非常に、やっぱり民地の団体との強化っていうのを今すごい考えてるらしいんですね。連携ね。そうですね。はい、で特にやっぱり試合委員会、スタジアム試合の時のスタジアム周りを盛り上げたいっていう思惑を非常に持ってる。試合日の時の祇園の周辺のなんか、ね、にぎやかな盛り上げ。飲食店だけじゃなくて、うん、フードバンクだけでないところでちょっとそういうところの、コラボレーションというのもまたできるのかなっていう話を。ちょっと雑談で昨日させてもらって、そうですね。で、ちょうどさっき私もクラブの人間と話をしてて、はあ、で昨日東君とこんな話したんだけどどうなのって言ったら、もうどんどんやってほしいんですっていう。じゃあちょっと今日つぶちゃんたちに会うから、うん、あ、なるほど、ミニステージとかお願いしてみようかな、はい、ね、っていうことができれば、またいいのかななんて、うん、だからそういうまだまだ小さい要素それぞれをうまく連携させて絡めて、まあ、もっともっと相模原って街ってこんなに魅力があるんだってことを市民の人にまず知ってもらいたいし、そうですね、そのうちの一つが相模クラブ、まあ、サッカーであるし、その祇園の週末にサッカーがあること、それは周辺のいろんなものも含めて、そこにみんなが集えば楽しくなるよねっていう仕掛けもどんどんしたいし、そうですね、本当に、まあ、さっきの話じゃない、本当に JAXA のその、はやぶさの模型、うんうんうん、いいか悪いか別ですよ。もう、パッと頭に浮かんだイメージですけど、はやぶさの模型を本当にスタジアム周りに展示してみたりとか、そうですよね。そういうものを、だ相模原のサポーターだけじゃなくて、はい、遠征で来てくれるサポーターの人たちにも、はい、相模原ってこんなもんがあるんだよっていうのを、その、見て帰ってもらうっていうのも、一つかなっていうのがあるんですよね。ジャクサっていうワードは結構キーワードだと思うんで、銀河系アイドルですから。そうですね。ジャクサは実際どこにあるんですか、相模原の。相模原の地形で言うと。地形で言うと真ん中ですよね。うん。うちの店からまっすぐ行って、ちょっと曲がったと思う。もう自分の店中心になっちゃった。まあ乱暴な方ですけど、皆さん勝手に Google マップで相模原の地図開いてくださいと。そうですね。大体真ん中辺で、相模原、JR の相模原駅があるじゃないですか。はい。そこが一番近い感じですか。淵野辺駅ですね。淵野辺駅の近くにまずジャクサ。ちなみに淵野辺駅の、発車ベルは銀河鉄道3。ないんで。これも言われてないんですよ。そうなんだよね。でもあの辺の商店街は結構、はやぶさまんじゅうだとか、はやぶさなんとかっていうのを使いながら、ええ、盛り上げてるんですけどね。で、すみません、その JAXA の何があるんですか、そこは。その相模原の淵野辺の駅にある。研究所だから。研究所。そうですね。単純に。普段何を。外にロケットの、展示があったり。おあれ、明日、明後日が。特別公開。特別公開。また大変な市民に、ええ、1年に1回ある。ああ、それはいいですね。ええ、なんかなかなか。ちなみに仕事で全然入れるんですけど。それで、その研究所っていうのは、ね、その、まあ、研究してるわけじゃないですか。はい、実際だから、なんかの部品作りますみたいな。その、はやぶさっていうのも一つのワードで、はやぶさと、その今、相模原の JAXA は何の関係があるんですか？はやぶさの何かを作ったとか。一応、更新してたのが、相模原の研究所なんですよね。はやぶさがもう、宇宙に出た後。そうです、そうです。だから、よく、ソユーズはあれですけど、
スペースシャトル時代のあれとかは、うんうん、その宇宙ステーションとかから、うん、相模原の皆さんとか、結構そういう。それって結構世界的な話で。そうなんですよ。日本の、あの全国的な話で、相模原ってそれだけでも覚えてもらってもいいぐらいのニュースのバリューですけど、はやぶさの展示した時は、まあ、実物、はやぶさの展示した時はまあかなりの人が集まりましたけどね。うん、そのなんていうんですか、相模原が、まあ、あのはやぶさのね、宇宙からですよ、更新しててですよ、相模原の皆さんって言ってくれてるなんていうのを、なんかニュース報道で、一部も見たことなくて、僕もないですね。なかなかね。そんなところなんですよね。なるほどね。うん。だと当然、相模原市に、そういうメディアを持ってないっていうのもあると思うんですよ。うん、地元のね、うん。だからって言って、何もないじゃなくて、うんうんうん、まあ今の時代は我々から発信できるような時代ではあるんで。うん、ね、そうなんだよね。だから本当に待っててもしょうがないんで、こっちからもういかに発信できるかっていうところが、うん、だからもしもそのはやぶさは今どうしてんでしたっけ、もう戻ってきてるんですよね。もうあれですよね、今もう 2が上がったんです。そうです、2が上がってるんですよね、うんうん、それのまあレプリカっていうか、なんかその何第1号のね、行って帰ってきたやつの何か、そうですかね、明日とか展示があるんじゃないですかね。ですか、でそれの本物を祇園数の周辺に持ってくるのは多分すげえ大変なことだよね、はい、それのその模型っていうか、そうですよね、物とかが、展示できたりとか、はい、なんかそういう、要するに街にあるもの、歴史があってあるものと新しくできたもの、はい、いろんなものをこうつなげて、その SS 相模原や祇園みたいな場所がハブになるみたいな、そうですね、風にしたいなっていうのが、はい、あれですかね。そうですよね、あの、これからもやっていきたいなっていう感じですかね。結局だからいつも東君とそのもうサッカー通じて結局街づくり人づくりみたいな話になってっちゃうところですよね、うん、でもそれがサッカーだからできるんじゃないっていうか、まあ、J3 のとか JFL だったら相模原、はい、今 J3 に上がった、まだそういう小さいクラブだからいろんなことができるじゃないっていうのも、まあ、なんですかね、逆手にとって、はい、これはもう J1 様ですみたいなふうになると、なかなかもうちょっと、もう無理ですよね、動きづらいかなみたいな ね、なかなか無理だよね、あのそのね、だからそういう、新しいクラブだから、はい、まだね、若いから、あのフットワーク軽くいろんなことができるんじゃないかっていうのも、それを良さに捉えてやっていこうっていう感じですかね、はい、なるほど。東さん、あと何かありますか、この第1部で、これだけはちょっと言っておきたいなっていう。特になければ。行きましょう、次。じゃあですね。十分話したね。まあ、今回の、まあ、これ今第一部終わりで。一つ言えるとすれば、はい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 、あの、別に自分たちのやってることが素晴らしいとか思ってるわけではないけれども、うんうん、あの、僕らレベルでも、うん、あの、クラブにこういう仕掛けをすることは絶対できるよと。うんうんうん、それはまあ、それだし、あと、もっともっと、あの、オリジナリティ出していかないと、うん、J3 って、っていうところでも、もう JFL から、うん、いやあのさっきの最初の話に戻っちゃうんですけど、うん、いやあのレノファイさんみたいに突き上げて、うん、すぐに、うん、通過あの特急列車のように通過していかれちゃうよっていう、うん、その、うん、自分たちでできることってもうちょっと各々が考えられれば、うん、これがいいきっかけになって、皆さんが、うん、そういう形になれば嬉しいなとは思ってます。なるほど。そうね。なんか今日クラブの人間の話って、今一番クレームが上がってるのが、暑いっていうこと。昨日あ、もうちょっと建設な的な話をしようよって思っちゃいますよね。8割ゴールを用意しろって提案をしました。ああ、そう、試合観戦の時に、あの、この真夏だからねっていう話ね。ああ、了解です。はい。8割ゴールをサッカークラブが打ってるとこないよ。ないよね。うん、で、まあまあ、なんでないかってこんな時間でやる。あるわけねえんだからっていう、まあ、夏の甲子園の名物ですみたいなね、あれですね。了解です。でですね、あの、この今回の第5回放送の企画タイトルに挙げてるですね、SC 相模原、非公認、非公認です、銀河系アイドル誕生の謎が、はい、いよいよ、いよいよ、JAXA の話をしたところですね、はい、ここに繋がるんですよっていうところで、そうですね。でですね、本来休憩ようと思ったんですけど、このままちょっと、行きましょう。このまま呼び込みたいので、はい、渡辺さんの方からじゃあご紹介を。あ、
はい。よろしくお願いします。じゃあ、お待たせしました。つぶつぶドール、れいなちゃん、なのかちゃん、よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。ねえ、タオルが当たる。はい、しました。よろしくお願いします。第1部、10分ぐらい長く喋っちゃいましたが、ジャクさんの話を しとかないとですね、はい、銀河系につながらないので、どうしても、はい。忙しちゃった理由は、はい。レナちゃんが、時間が。そうですね。はい、いろんな問題があって。まあ、その、細かいこともこれから言いますが、はい、じゃあ自己紹介からまずですね。行きましょう。はい、はい、緊張する。小学6年生のレナです。よろしくお願いします。はい、レナちゃんです。小学校6年生。小学校6年生。6年生です。番組史上初です。おー最年少というか、アイデアイドルが初です。アイドルが出るのも初めてなんですけど、現役アイドル、しかも小学校6年生っていうところですね。すごいですね、はい。宇宙の話からアイドルまで、この振れ幅。振れ幅が激しすぎて。すごいですよ。では、お隣の、はい。つぶつぶドール大人チームのなのかです。よろしくお願いします。なのかさんです。よろしくお願いします。なのかさんは小学生じゃありません。はい、ということでね、残念ながら。いいえ。いいんです。はい、人生35年生の東でございまーす。はい、すごい。ジェームズとして何が悪い違った。で、ちょっと私から言っちゃいますけど、視聴者の人にね、今日ですね、小学校6年生、12歳の女の子が、はい、生放送に出ていい時間がですね、22時までっていう。そうなんです。ね、もうそこから以降は大人の時間なので。はい、ここは、22時になりますから。だから、22時になったら、彼女は、もうお家に帰らない、ね、夏休みですけどね、明日学校あるわけじゃないんですけど、もうね、ダメですよってね、選手応援、健全育成が J リーグのスローガンですから、そうですね、そういうことをやる、バスへのね、お酒出るようなお店に23時まで行っちゃいけませんっていうことなんで、22時までですってことを最初にちょっと言っておきますっていうこと、ね、ぶち食らせで問題になっちゃいます、ね、そうですね、はい、で、まあ、まず、つぶつぶドールというグループ名ということで、はいはい、で、私が質問していいですか？あ、もう素人の私から、はいはい、まず何人グループっていうか、このつぶつぶドールさんのメンバーは、すごい言われるんですけど、はい、どうぞ。はい、あ、すみません、失礼します。はい、すごいこれどの方にもいっぱい言われるんですけど、もともと私たちのコンセプトというかあれが、うん、私たちが売れようとかじゃなくって、はい、なんかこう地域に今までお世話になっている、うん、地域に何かこう恩返ししたいなっていう、そういう思いから来ているチームで、はい、で、もともとが市民ミュージカルから派生しているチームなので、はい、やっぱりこう文化的な貢献とかがメインだったので、うんうん、市内の子どもたちみんなにこうステージに立てるきっかけとかそういうのが、なんかステージ夢見る女の子たちみんながつぶつぶドールみたいな感じで、要するに、メンバー不特定多数みたいな意味で。そんな感じですね。アクティブで言ってるのが、まあ、現状ではレーナとか私とかとリーダーの子とかだったりこうするんですけども、はいはいはい、今日は2人でお送りさせていただいております、はい。今日はそのうちのお二人がということで。はい。活動スタートしたのは去年、一昨年。スタートは。スタートは。大人さん覚えてます？一番最初のスタート。私、どうなの？途中からなんで。はい。多分5年間。あ、もうそんなに経ってるんですか。ご当地アイドルっていう言葉いただいてるのはもっとちょっと短くなるんですけども、それまでもつぶつぶドールという名前自体では活動していました。最初はそれなんかそのどっかのステージで歌いますとか。そうですね、なんかお外に行ったりっていうのはどっちかというと動画でこうみんなで遊ぼうかなみたいな感じがあって。はい。じゃあ町のそのお祭りとかに参加するようになったのはこの2年とか。3年とかっていう感じですか。そうですね。ご当地アイドルみたいな、はい。ご当地アイドルとしてはそんな3年ぐらいか4年ぐらいです。そんなに経ったんだ。何年生から参加してるんですか。私小学4年生の後ぐらいから。へえ。じゃあ今 2年間約1年半ぐらいやってます。そろそろになるね。はい。
すっごい個人的印象ですか。なんでつぶつぶドール入りたいなって最初に思ったのは何があるんですか。何でしょうね。小学校その4年生が終わる頃の何を見て、私もつぶつぶドールにって思ったんですか。なんか、家族で一緒にご飯食べにしたんですよ。はい、さあそのポスターがあってノリで入ったら楽しくなっちゃったみたいな。ポスターってのその後ろに貼ってるようなこうポスターがあって、なんかメンバー募集のポスターも貼らせていただいて、渡辺さんと似たようなもんじゃないですか。うん、なんか怪しいカメラ見つけて面白そうだな、関わってみましたね。なるほど。結局みんな一緒。最初入ってきたとき、レナちんひどかったです。ひどかった、いきなりいきなり。何かこう、アイドルになりたいのって聞いたら、うんうん、お笑い芸人になりたい。なるほど。いやー。だって、言ってましたね、軽いノリでって。軽いノリで。お笑い芸人って誰になりたかったの？いや、そういうのじゃなくて、普通になんか、金太郎さんのモノマネとか本当に見てて。あ、女芸人。前田敦子のモノマネ。そう、そういう、そういうのとかを見てて、なんかやりたいなって思ってた時期があります。今は何になりたいんですか、ちなみに。私は歌が歌いたいとか、やっぱり芸人が、みたいなのあるんですか、なんか。なんか。踊りたいとか。まあ、ずっとこれは続けていたいです。なるほど。続けること。あ、それ歌ったり踊ったり人前でこうパフォーマンスしたりみたいなこと、はい、バーンとバーンとね、いいですね、そういうなんかいいですね、銀河系な感じして宇宙語みたいな感じでバーンみたいないいですねいいと思います。で、初期メンバーだったんですか。実は初期じゃないんです、ないんですか。私もそうなんですよ。最初じゃなく、なんかたまたまそのつぶつぶドールで大きな公演、あのステージやるよっていう時に呼ばれて入っただけなんですよ。はいはいはい、それは誘われて。誘われてです。あんたもやんないみたいな感じで。はい。お友達から。その前もリーダーの子と一緒に、あ、なるほど。ご当地アイドルになる前から一緒にダンスで踊ってて、なるほど。で、今度やるよって言って呼んでもらって、なるほど。あれよあれよって。何年前だったんですか、それが。それが、3年前とちょうど、そうですね、3年ぐらい前、ちょうどご当地アイドルやるよみたいな話の時に、そうなんだ、頑張ってねって言ったら、ここにいました。で、ご当地アイドルと呼ばれ始めてからが結構本格的だっておっしゃってたじゃないですか。いろんな、はい、多分相模原市内の大きなお祭りとか、まあ、商店街の何かイベントとか多分そういうのに出るんですよね、はい、出てたんですよね。で、渡辺さんはいつ知ったんですか、その彼女たちのつぶつぶドールは。ちょうどマイク使ってるってことですね。ちょうどさっきの、まあ、SC と絡んで、まあ、2年、うんうん、で、そうですね、SC と絡んで、ちょうどなんですかね、こう、自分がクラブ側に提案した意見とかが、うん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 、ちょっと通んなくて。通んなくて。つまんねえな。つまんねえなと。一回下がる。まあまあまあ、僕も同じようなこと通ってます。一回ね、一回テンションが下がり始めた。下がった時期があったんですよ。はい、うん。で、こんなだったらもう、かっていう時に、なるほど。あれ、ちょっと原点に戻ろうと思って、うん、俺サッカーじゃなくてアイドル。アイドルだった。思い出した。俺アイドルだった。で、その時に、こうネットで、相模原アイドルみたいなのを検索して、検索したら、出てきたと。引っかかったんですよ。なるほど。で、ちょうどその時に、メールがあったんで、何か手伝わしてくださいって。一発目ですか。そうです。すごいですね。すごい、すごい。ルンメニエだから、アイドル。まだだってさ、渡辺さんもさ、その、見に行ってないのに、何か手伝うことありませんか。その、まあ、相模原、SC 相模原の時も同じパターンですけどね。まだ見に行ってないのに、何かやれることありませんかって。だからね、終始そのあれですね、スタイル。突発的なんですよ。なるほど。部下が一番困る。で、渡辺さんの後ろにあるポスターがですね、番組の冒頭でも説明したと思うんですけど、お、誰か来た？ちょっと入ってもらえますか？あ、一回入ってもらえますか？もうね、生放送中で。生放送に事情を知らずに多分来た人が、はい。はい、アイドルが今思いっきり、思いっきり映りましたけど、後ろのポスターが、まずアニメーションというか、ま、漫画、アニメーションでいいんですかね。はい、アニメですね。で、つぶドルというのがそもそもあったんですよね。これも新しいんですか？こっちの方が新しいんですか？つぶつぶドールより。
ですね、はい、成り立ちは、はい、はい、成り立ちとしては、もともとはご当地アイドルつぶつぶドールが元であって、うん、で、まあ、先ほどお話ちょっとしたように、まあ、市内のお祭りとか以外にも、あ、すみません。どうぞ、失礼しました。いいですよ、喋ったけ、どうぞ。はい、お祭りとかで歌ったり踊ったり以外にも、子供たちと一緒に塗り絵をやったりとか、うんうんうん、そういうこととかもやってて、うん、で、そうやって文化的なことはいろいろやれたんですけど、いろんなお店の方とかに、結構いろいろなお店とか個人店さんと仲良くさせていただいたときに、はい、そういう商業的な貢献とか何かできませんかってお話がありまして、うんうんうん、その時にこう、考えた時に、あ、じゃあ、こういう作品から、結構アニメで町おこしなんていうのがあったので、はい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 、その流れで、じゃあ、作ってみようって言って、作ろうとしているのが、つぶどるという作品になります。じゃあ、つぶつぶドールがまず先にあって、はい、その後こう派生していくというか、そうなんです、新しい仕掛けとして。はい、いや、渡辺さんはそのつぶドル、こっちのアニメの方は、うん、同時だったんですか、先にアニメの方して。アニメの方はもう全く、うん、私、アニメの方は、そんなに、あまりそもそも、まあ、アイドルは好きで。アイドルは好きだったんですけど、うん、はい、こちら側の、実際生きてる方と、うん、二次元、生きてる方、二次元じゃなくて三次元、三次元があって、で、その、ちょっと 3F のお店の話にちょっと戻るんですけど、はい、私が行った時に、はい、さっき弾幕がね、シスタカメラのとかあったんですけど、このつぶどるの、その、なんですか、ドラマ CD とかも、はいはいはい、売ってらっしゃって、はい、でなぜかというと、まあ、詳しくはもうツイッターの写真とか見てほしいんですけど、京文堂っていう書店さんと、文教堂さんっていう書店と 3F がほぼ中ではつながってる店内だったから、はい、書籍とかそういうのも売られてて、はい、だからこのポスターとか、あと、人、はい、なんですか、人形っていうか、あ、板のね、はいはいはい、とかバンバン飾ってあるから、はい、パッと入ると、右手にはアイドルがずらっ、こういうアニメがずらっと並んでて、左手に緑の弾幕とかがずらっと並んでるっていうのが、はい、どうしちゃったんだろうっていう僕の最初の印象だったのがそれだったんで、はい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 、これもやっぱりつぶつぶドールが最初きっかけで、その書店でも、そうですね、ここでもこういうアニメの作品、はい、こっち側が埋まっちゃったんで、こっち側っていう。っていうね。はい、で、それ自体も、その、なんですか、3F のその年一の、表彰みたいなところで紹介されるんですよね。一緒に。言ってたんですよね、はい。サッカーだけじゃなくて、アニメのもこういう風に陳列してて、優秀なお店なんですよって紹介されたっていうのがさっきのエピソードの話でしたもんね。はい、だから先ほどの、まあ、チームのサポーターと同じように、うん、彼女たちのこう周りにいる男の子たちとかがやっぱりこう来てくれるように、なるほど。はい。なるほどね。なったっていうのはありますよね。うん、で、まあ、これ多分渡辺さんに聞くのが一番いいと思うんですけど、はい、この SC 相模原ってサッカーと、はい、このアイドル、はい、まず3次元のアイドル、はい、で、まあ、アニメの2次元と、はい、これもやっぱりうまくつなげたいなっていうふうには思ったんですかね、そうですね、後に。その、まあ、一回サッカーの方はテンション下がって、ね、ちょうどテンション下がった時に、はい、で、こちらと関わらせてもらって、はい、で、まあ、上のあちらにいる三好さんと、これでつまんないんですよね、なんていう話をしたら、じゃあ自分たちちょっと応援に行きますよ。うんうん、ああ、じゃあやりましょうやりましょうっていうのが始まりですよね。始まりそうですね。ね、はい、もう本当に、これもただ愚痴を言って、そしたら乗ってくれたっていう。なんかじゃあ今現在は、今2015年の、はい、7月、はい、うまくこう地元のコンテンツとしてサッカーもアイドルもいろんなものも、さっきのジャックさんの話もそうだけど、いろんなことをつなげたいなっていうのは思ってらっしゃるんですかね、そうですね、東君もそうなのかな、そうですね、はい、まあ、東君は多分もう言わなくても分かるんですけど、アイドルとか全然興味なかったはずなんですよでもそれ結局相模原の中にある魅力なものとしてつなげたいなって、はい、そうですね、ここは僕がその前に、まあ、今カメラやってるうちの若手の、丸が、はあ、使っていって言い方変ですけれども、若い集団を一つ、はあ、若い人間を中心になるような雰囲気を作っていきたいなっていうのがまずあったんです。はいはいはい、で、そこで、ゴールラの話ですね。ゴールラの話ね。で、まあ、若いコミュニティを作りたいっていう話をして、うん、彼が、10人以上若い子を引っ張り込んで連れてきたんです。で、そこで、まず、女の子
を増やしていって、うん、女の子がいれば、自然的にやっぱり女の子寄ってくると。そうすると男も寄ってくるという思惑を描いていたところに、この話があったのが、コラボの一つ。もう一つは、アイドルがゴールラにいるって、画期的だよねっていうのが、つながっちゃったんです。まあ、単純に、はい、今の日賀さんの話は、単純にゴールラにお客さん増やしたいわけじゃない、はい、特に若い、まあ、つまり20代のファンを増やしたくて、はい、でしかも20代の女性のファンを増やしたい。そうです。もともと思ってたと。そうです。で、今度は彼女たち、そのね、はい、つぶどるのメンバーたちが、はい、何がきっかけでじゃあその祇園に来るっていうのは、東さんが誘ったわけじゃないんでしょ？なんです。その、そこは、そこは何？実は聞いてなかったんですよ。そこは誰が詳しいのっていう。それは渡辺さん。渡辺さん。じゃあ、渡辺さん。はい、一番初めに来るって言った日に、はい、その私が、その、連れて東くんのところに紹介しようと思ったんですよ。彼女たちを。ええ。はあ、たまたま私ちょっとその時仕事が、はあ、手が開かなくて。ああ、祇園に行けないから。これは閉まったと思って。うん。でも直接行って、これはもうチューブラリーになっちゃったかな、と思ったら、東くんが見つけてくれたんで。見つけて。かなり、それ無理くりなシチュエーションだったんですね。そうなんです。あの、バックスタンドにいらっしゃったんですよ。ちょっと整理していいですか。はい、渡辺さんは、なぜ彼女たちをつぶつぶドールを祇園に連れてきたいとまず思ったんですか、うん、それは、まあ、本当に上野美代さんと話をして、うん。で、ぜひ、その応援してコラボしたいっていうふうに、ね、言ってくださったんで。渡辺さんその時は一回 SC サミナーでテンション下がったけど、もう一回復活したんですね。そうなんです。で、盛り上げようと。やっぱサッカーも。一緒に、来ることによって自分のテンションも。なるほど、なるほど。やっとつながりました。オッケーオッケー。で、ぜひじゃあ、祇園に彼女たちを連れてこうよって、ええ。で、本当だったら一発目なんだから、初日なんだから、自分が絶対一緒にいなきゃいけないのに、コンビニの仕事に行けないから、東さんお願いみたいな感じ。お願いどころか言ってないから。何も、すごいですね。で、通りっぱなしじゃないですか、ね、僕はツイッターかなんかでチラッと見かけてたんです、うんうん、だから、探してはいたんです。東が自主的に、なんか、アイドルっぽい女の子がどこにいるんだろうみたいな、探して見つけた。おい、いたぞ、バックスタンドにいたと。これは、いろんなものをリンクさせると、やっとそういうことにするには、ゴールに呼び込むことと、コラボすることに違いないから始めて。やっと繋がりました、今。で、それが何年前ですか？去年の話ですか？去年です。この前ですね、9月ぐらいですよね。9月か10月ぐらいですね。あ、そうか、ちょっとポスター寄ってくれていいですか？まずこれが相模原の、市相模の追いに行こうっていうポスターを作って、そうなんです。自主制作ですよね、これ。自分たちで作って、はい、で、去年の11月の2日に、なんかその、はい、これ公式戦じゃないんでしょ、これ公式戦の前に、公式戦の前の、ドリームマッチをやりまして、ナナミさんとか、ミスチルの桜井さんとかね、桜井さんとかね。はい。ナイナイの矢部さんとか。いや、そうだ、矢部っちも。スワーブス的なみたいな。ね。です。これはもう、某ユニフォームスポンサーさんのお力です。OK。で、はい、その日に初めて行ったんですか、彼女たちが。いや、この前です。あ、そう。これがあるから、その前にっていうことなの？これはもう別ルートで話があったはずなんですよね。これの、なんか、二月前ぐらいか。はい。うん、で、やっぱり、ゴールラのサポーターさんたち、サポーターたちが、このポスターを見かけることで、つぶどるちゃんたちを、すごく、あ、新相模原に対してここまでをしてくれるんだっていう、きっかけになった、ポスターなんです、うん、はいはい、実は。このポスター自体がすでに、はい、まあ、10月とか9月に、いろんな街の中に貼られてて、サポーターも知ってたってことね。ポスターも知ってたと。このポスター見てたと。はい。それがまあ、9月、10月の話じゃないですか。まずね、ポスターが見かけてたっていうのがね。はい、で、これが11月の2日にあるから、はい、その前に、この日が初めてのスタジアム訪問じゃなくて、その前に、ね、まあ、渡辺さんが、こう、祇園に連れてきたかったっていう話でいいんですよね。だから、その9月ぐらいでいいんですかね。その最初の、そうですね、9月ぐらいです。祇園が一生懸命見つけたっていう日は9月ですかね。いいですね、はい。ここまでね。はい、はい、お待たせしました。じゃあ、この2014年の9月に、はい、多分2人行ったんですよね。はい、はい、行かせ
出ていただきました。その時に、ちょっと僕は興味があるんで来たんですけど、なんて言われて、まず祇園に連れてかれたんですか？自分で行ったの？チケット買ってとか、そこら辺からよくわかんないんですけど、どんな感じだったんですか？普通に。最初は、ハーフタイムショーみたいな話とかもなんか、もしかしたらあるよって。なんかでも、とりあえず、こういうサッカーチームがあるよっていうことで、じゃあみんなで、どういうのかわからないから行ってみようって言って、行ってみて、で本当にもう恥ずかしながら、うんうん、サッカーとかもまるでこう、うんうん、知識がないメンバーだったので、はい、行ってみて席に座ってこう元々がステージとか慣れてるんでこう騒ぎたい集団だからね私たちね、こう座って見てるのもどうかなと思ってそしたらゴール裏の方でこうあやってる声出してる人たちがいるって言って、うん、真似っこしてたら東さんたちに声かけていただいて。もともとゴール裏でなくバックスタンドで皆さんで見られてたんですか？誰に行ってらっしゃいって言われたの？その渡辺さんに言われたわけじゃないんでしょ？そうですね、私じゃない、まあ誰かに言われてそれこそ運営の方に方からこう渡辺さんからお話があってこういう話があって、ね、はいはい、みたいな感じですね。そうですね、そういう無茶ぶりなので本人いねえっていう現場にですよ。遠いところで見守ってくださってます。二人ともサッカー場に行くのはその時が初めてだった。初めてでした。まあ、でも家族で一回だけ行ったことあります、ね。なんだって？それは何の？それはちなみに何の試合だったの？初めて家族と行った試合は。なんでしょうね。場所とか覚えてますか？でかいところでした。とにかく。わかんないんで。大きなとこか。はい。それは相模原の市内じゃなかった。どっか東京の。横浜ぐらいだった気がします。日産かな？青いユニフォーム着てた？あ、青いユニフォームばっかりだ。どっちも青かった。それ何歳の時とか覚えてますか？これ始める前なので、多分3年生ぐらいだと思います。もうほとんど覚えてない感じ？覚えてないですね。何だったかなみたいな。ただお父さんとお母さんと行ったな、みたいな。はい、そんな感じです。で、その、2回目が祇園だったのね。はい、2回目が祇園スタジアムで。スタジオ？スタジアム。スタジアム。その時はメンバーの子だけで行ったんでしょ？はい、あとメンバーと、まあ、一緒にやってる仲間とバーッと行って、はい。で、バックスタンドで、はい、そうなんです。座って。座ってたんですけど、まあ、当然、皆さんバックスタンドでいらっしゃると、おとなしい人ばっかりじゃないですか。うんうん、で、一人、何人か異色なのがいるわけですよ、やっぱり。それが彼女たちだったんです。みんなでこんなアイラブ相模原来て行ってたので。濃いな。最初から最初から、はい。そのシャツ映してあげる。もう、用意万全で行ってたんですね。万全なんです。万全でいっぱい。そんな言ってくださいよって、促した渡辺さんがいないのに。そうです。いない。万全でいないのに、万全で来てるのに、こっちも情報を得てるのに、架け橋になる人が架け橋になってなかったっていう、実は。なるほどね。で、東さんはバックスタンド見つけて、どうしたんですか、はい、そのゴールラー呼んだの、それまず、その日はどうしたの？うちのコールリーダーに呼ぶけどいいよねって。うん、じゃあ、いいよ、呼んだよって。呼んだんですか？呼びました。あ、じゃあ、移動したと。はい。今度はゴールに。はい。ここでやんなと。で、最初はバックスタンドでサッカー見てて、サッカー見るの初めてだし、はい、ルールだって当然わかんないし、はい、SC 相模原っていうのもよくわかんないわけだし、相手だってわかんない、相手のチームのことだって何もわかんなくて、はい。どうでしょう？もう、本音でいいんですけど、楽しかったんですか？その最初、バックスタンドでサッカーを見てるっていう時は。楽しかったです。楽しかった。どこら辺が、なんかこう、はい、どうぞ。いいよ。なんかすごい、本当にお恥ずかしいのが、ルールとかも、相手の情報とかも全然わからないんですけど、だから、どっちかっていうと、こう、本当にサッカーの楽しんでる人からすると、なんか、どうなんだろうっていうふうに思われちゃうかもなんですけど、こう声出してみんなで一斉に応援してるっていうのがすごい楽しかったんです。それやっぱり雰囲気ね。よかったです。本当に東さんに声かけていただいて、ゴール裏にこう、わーって行ったらみんながわーって迎えてくださって、すごいそれがもう楽しくって。で、わからないけども、あ、ここでこうみんなが、応援してるわ、これは、あれなんだ、すごいことなんだ、とかこう、本当そうやってこう、応援しながらルールを覚えていった感じです。なるほど。
レイナチンはどう？レイナチンは楽しかったですよ。なんかボールサッカーのボールあるじゃないですか。ボールボールボール。ボールサイズがね。それがなんか選手の人が蹴った瞬間に高くなるじゃないですか。はい、あそれすごいなとか、すご技やってるのが面白かった。すご技？すご技。すご技っていうの？敵の足をかいくぐりかいくぐりみたいな。そうなんかドリブル？ドリブルね。はい、みたいなのがすごくて、そういうの見てるの楽しかったです。なるほどね。で僕がなんでこれ聞くかっていうとね、初めてサッカー場に行った女の子がね、本当に楽しいと思うかどうかっていう、見る気づく点ってね、だから男と違うんですよ、絶対的に。そうですよね。で、それってあんまり聞く機会ないから、まあ聞いてみたかったんですけど、しかもさ、無茶ぶりな感じじゃない？連れてかれ方がさ、ね、なんか街の盛り上げのために活動してるグループがですよ、サッカーもあるから。まず言っといてっつって。で、こっちは情報もない。普通はさ、FC相模原ってこういうチームで、サッカーのルールってこうでって、横でさ、誰かが座ってさ、教えてあげなきゃいけないんだけどさ、そんな人もいずさ。でも逆にそれがいいのかもしれないですね。だから彼女たちが、まあ、私が思ったのは、すごくそのポジティブに、前向きに何でもこう、見るぞっていう、まずそのメンタリティがそういう、子たちなんだなって思って、ね、普通嫌がるでしょ。なんかわけわかんないとこ行けって言われたから来たんですけど、ルールわかんないしみたいな。いやなんかボールがバーンって上に飛んでるしみたいな、ね、わかんないけど面白かったって素直に思う。それは本当に、ね、迎えてくださったゲート12の皆さんのおかげかなって本気で思います。その後ね、でもバックスタンドの時は結構寂しかったでしょ、最初。あ、バックスタンドの時に被害者に見つけてもらう前までは。もうこういう応援でいいのかな、みたいな。そこじーっと座ってたんですか、その時は。立ってました。立って、普通に、ね。はい。一緒になんか手振ったり声出してたりしてた。はい。あ、してたのね。だからそういう、なんだろう、もう参加するんだっていうマインドがさ、最初からあるっていうのは、うん、結構レアケースっちゃレアケースかなと思うんですけど。でもすごくいいですよね、そういう。気持ちで最初から来てくれて、で、まあ、日賀さん見つけて、で、ゴールライン行って、もっと楽しかったって話ですもんね。ゴールライン行ったら、みんながまず歓迎してくれてて。はい。で、それを。あれだよね。歓迎は、まだ。うん。だ、まあ、そんなには。全部が歓迎ではなかったわけですよね。なかったですね。うん。やっぱりその、ごくごく数名っていう。その時の認知度はどうですか？最初の、デビュー戦の時の。Twitter で、うん、来るっていうのは言ってたんだよね、うん、確か。で、見かけてた人間はいたんです、はいはい、その人たちはやっぱり歓迎が若干していて、うん、で、うちのコールリーダーはもうそこで受け入れていたような状況ではありました。で、それを、それ以外はまあごめんなさい、ツイッターで知ってたのもそうだし、こうポスターも見てた人も認知はしてたってこと、うん、そう、ね、その細いアイドルグループが地元にいるんだってことは、うん、まあ知ってたけど、うん、なんでサッカーのゴールが来てんのよみたいな、まだ空気はあったんじゃないかな。後から聞けばみんな一過性のものだと、やっぱり。ああ、はいはいはい。よくある。よくある。やっぱり これなんですよね、うん。本当にそれを架け橋になった、一番は、うん。心の架け橋になったのは。うん。そのポスター？ポスターですね、うん。これを彼女たちが自分たちで制作して、わざわざ SC 相模原の応援に行こうっていう、はい、呼びかけをね、してね。ビラ配りをしたりとか。で、うんうん、このポスターってね、コンビニ、スリーさんだけじゃなくて、うん、そうだね。ね、ローソンだとか、セブンイレブンでも見かけるようなポスターでして、はい、そこが一番大きいかな。いや、でも一番はあれなんじゃない？大雨の時でしょ。嵐の時。うん、みんなに認めてもらった。その、また、後のね、後のホームゲームの時のね。うん、ねで、デビュー戦の時は、その、祇園に初めて行った時は、まあ、お二人は楽しかったっていう印象だけど、私たち歓迎してもらえてんだかどうだかは正直よく分かんなかったんですか？でも、大人はね、両脇にいる大人はね、いや結構まだまだデビュー戦の時は厳しかったと思うよって今言ったんだけど、本人たちは、いや、もう楽しい思い出でしかないみたいな感じですかね。結構温かく迎えてもらったなみたいな感じだったんですか？私は行って、うん、もう別にみんな無視して普通にやってるだろうなって思ってたんですけど、うん、歓迎してくれて、うん、くれる人が多数いて、なんか、生きててよかったみたいな。おー！すげえ。
そうそう、あ、なんかこれ嬉しいなみたいな。岩崎京子さんみたいなこと言いましたね。今までで一番って重要。僕今浮かんだのは地球に生まれてよかったなったんですよ。なるほど。なのかさんはどうですか、その私たちをちゃんとこうしててくれたんだ、歓迎してくれてるんだなっていう実感はデビュー戦の時からあった感じですか？あんまりこう、うん、ご当地アイドルとして行くぞっていう価値観が全くなくって、うんうんうん、本当にもう、あ、SC 相模原ってサッカーチームを見に行ってみようっていう、うん、本当、遊びに行こう感覚な感じだった。うん、個人的に行こうみたいなね。もうみんなで楽しいみんなで行こうみたいな感覚しかなかったので、うんうん、逆になんかその、行った瞬間に、うん、あ、つぶつぶドールの皆さんですかみたいな、アイドルなんですよねみたいな感じで、わーって来た時は、わーってこっちが、あーみたいな。逆に面食らっちゃったみたいな。びっくりしました。なるほどね。だから意外とその周りの大人が考えてる思惑と本人たちは違うんだっていうね、うん、割と自然体だったし、うん、本当自然にサッカー初めて見に来たし、なんか楽しそうだし、ね、逆に自分たちのことを知っててくれて歓迎してくれたから面食らったぐらいの感じだったんですね、うん、なるほどね。ただその、そうそう、その日が、初めて来て、うん、翌日に、僕は多分、確か渡辺さんと飯食ってるんですよね。そうそうそう。2時間ぐらい話してるんですよ、うん、仕事中に。何、ね、反省会なの？反省会です。あれは反省会です。なるほどね、はい、反省会と今後の方策についてのミーティングと、僕がどう思ってるかのすり合わせをしました。去年の、まあ、2014年の9月とか10月ぐらいの話で、で、後にこの11月の2日の時は、なんかハーフタイムとか試合前に、今度はゲストっぽく出たっていう感じでいいんですよね。でいいんですかね。今度はこっちの声優側の方で、ね。声優側の方で、が出たの？はい。で、彼女たちは？エスコートしてた、ね。あ、それをこう、一緒に入ってたの？エスコートしつつ、ゴール裏で応援しつつ。その、セレモニーの時は、こう、メインスタンドからガーって入ってって、試合が始まったらゴール裏でみたいな。そんな、ね。いう感じですかね。うん、で、それが去年のまあ、秋の話ですけど、今、そっから、今、2シーズン目に入ってるんですか、J3 も、はい。今の相模原のゴーラでは、どれぐらいの認知度が上がってるんですか、彼女たちって。もう、ほとんどの人よく知ってるって感じなんですか？知ってると思いますけどね。去年からいる人は知ってると思います。ただ今年は、その、ほら、来てるっていう衝撃とか、別に告知をしてるわけでも、僕らがこういうふうにやってるっていうのを、まだ言って、ていないところがあるので、うん、ちょっと当たり前のようになっている感があるなっていうのはありますね。だからそこはちょっと今後の課題ではある。じゃあいい機会だから私のすぐ後ろにいるカメラマンが相模原のゴールラの子なんで、どういう認知度なの？つぶつぶドールのメンバーがゴールラにいるよっていうのはもう普通に。そうですね。なんかいないってなんか逆に違和感があるぐらい、あれ今日いねえのかなみたいな感じで、若干寂しい感じはします。メンバーたちっていうか、ゴールラにいる人たちみんな知ってる感じも。でもほとんどの人が知ってるんじゃないかなと。その雨の日みたいな話してたのが、はいはい、多分認知度が一番上がったみたいな言いかけだったんですけど。っていうかもうみんなに愛された日っていう。それはいつの話ですか？10月の、うん、あの試合、琉球戦じゃなくて。琉球戦です。琉球戦だよね、うん雨が降ったと。で、もう普通の人間もちょっと いけない。うん、あ、土砂降り？土砂降りです。すごい土砂降り。行ったの？はい、行きましたよ。行ったの？で、ゴルラで跳ねちゃってみたいな。前日に小田佐賀の方でお祭りがあって、はあはあ、2日連続でやるのの翌日に SC のホーム戦と、小田坂のあるよって言って、メンバー半分同士でね、じゃんけんポンしてね、勝ったチームが応援しました。はいはい、勝ったチームが自分でやったんだ。何その罰ゲーム。罰ゲームじゃない。罰ゲームです。二手に分かれるから、二手に分かれるから、じゃんけんしようと。はい。もともとスポーツなので、うん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 、やるだろうなって、雨降ってもやるだろうなっていう感じ。まあまあまあ、一応思うよね。中止になるかもしれないなっていう。なるほど。多分、舞台じゃないから、サッカーは絶対やるって言って、まあね、野外でね、雨降ってもやるだろうって、で、じゃんけんして、勝った方が、リオンになった。行こうって。
った方が祇園っていうのは何かあったんですか？残ったチームは、お祭りの方もやっぱ一緒に楽しんでたんだけど、やっぱ見に行きたかったって言ってたので。ああ、なるほどね。はい、で、土砂降りの中、はい、まあ、ほぼ90分間ゴールランにいて、一緒になって、声出したり、手叩いたりして。はい。その時、覚えてる？覚えてます。あの時、僕ヘッドスライディングした日ですよね。はい。そうそうそう。芝生席で。芝生席で。今までの初めて来た時とは、ま、違った印象なの、その日。いや、もうガラッて変わりました。こんな、もう普通の人、だって、スタンドにも人がいなかったぐらいの試合だったんで、それでも、ね、ちゃんとカッパ着てきてくれて、もう本当にありがたいの一言で、すごいなって思いました、ね。あの日が、去年の最少人数だったんですよ。あ、観客のね。はい。はい、1200だったかな。ちょっと数字は把握。あ、多分750いくつでした。だったっけ、うん、はい、うん、そう。3桁だったのね。3桁だったんです。唯一3桁。1200。で、だから、常識的に言えば、サッカーが好きで、相模原のチームが好きな人でも多分来ないよっていう日に、全くその通りだね、うん。で、来てて、なおかつ、びっしょ濡れなのに、ずっと一緒に手叩いたり、飛び跳ねたりして、で、光景が、まあ、さっき今彼が言ったように、心つかまれたと。すげえな、この子たちみたいな風になった日。で、私まで褒められましたもん。あ、そうなんですか。みんなだから、その。すごいよ、あの子たち。あの子たち、ほんとすごいね。で、みんなが私に言ってくれたんです。え、渡辺さん、その日行ってないの？あ、私、だから。あ、いたの？あ、私もいたんですよね。いたんですけども、ね、そこでみんなが私に声かけてくれた。なるほど、なるほど。そこがなんか、渡辺さん的には、あ、すごい、こう、伝わったっていうか、がっつり、つながったなって感じたんですね。私は一番嬉しかった。なるほど。うん。ですよね、みんなに言ってもらって。だからその、一部から言ってる、その街にあるいろんなコンテンツをどうやってつなげていくかみたいなところが、一つの、こう、その大雨の日が、一個のきっかけができたなっていうね。なるほどね。あともう一個きっかけはあったんですけど。どうぞどうぞ。その後の、ね。ちゃんと作ってもらった日だね。ちゃんと？ああ、本当に嬉しかったです。うん、ちゃんと作ったの？作ったというか、彼女たち、ここにもあるんですけど、彼女たちの歌の、はい、ご当地ソング、相模原の歌って。寄れるカメラ、はい。寄ってあげてください。僕らで歌おうと。はいはいはい。企画というか、提案が出たんで。はい。じゃあ、それはやろうと。うん。いうことで、まあ、彼女たち驚かせようということで。ハーフタイムあ、なるほど。もうすでにこの歌はあって。はい。相模原の歌ってのはあって。はい、みんなで覚えて、やってます。それをサプライズで。はい。彼女たちに知らせずに、ご覧の人が歌ってくれて。で、今でもその歌詞カードにはちゃんとここでは入れてます。うん。だからその初めてそれを、歌ってもらった時に、すごく嬉しかったって。なるほど、泣いてたよね。泣いてましたね。泣いてた。横で泣いてて。すごい、すごい本当に嬉しかったんですよ。それは嬉しいですよね。なんか、みんなで歌えたらいいなって、ずっとこの曲を作った時に、ね、実際この曲は結構、有名な方が作ってくださってるんですけど、うん、本当その時に、あ、これみんなで楽しんでもらえる歌になるといいねって言ってたのが、本当に実現した日だったので、うんうん、なんか本当に嬉しくって、もうでも、周りのみんなは大爆笑だったね。いや、その泣いてる。そうみたいな。横で泣いてる人がいるのに大爆笑してた。あ、本当にすごい。なのか先輩、何泣いてんすか？高校生級みたいな。泣かないでください。じゃあ、ぜひですね、もうね、あんな打ち合わせもしてないですけど、アカペラで、今、この相模原の歌をですね、お二人に歌ってほしいんですけど。で、どうぞどうぞ。気になる。思い出した。ちゃんとの方。立つの。どっちも座ったままでいいですよ。どうぞ。旅だけ？はい。せーの。相模原人が多い。相模原子供も多いよ。みんな力合わせて発展するよ。相模原伸びしろある。相模原将来性ある。さらに飛躍するのは間違いない街だ。はい、ありがとうございます。
いい歌じゃないですか。いやー、このお店というか、この番組は振り幅が広いですね。アイドルの歌を歌うと思いきや、太鼓と、スネアが入っていきなり歌い出したり、トランペットが流れたりと。で、今のが、まあ、アカペラだってもらってますけど、まあ、伴奏付きでそもそも作ってて、で、これを今度ゴールランの人たちが歌ったんだ。ゴールランで歌ったんでしょ？そうです。歌えた。まあ、何回か打ち合わせしたんで。台本にないけど、歌ってもらおうかな。ああ、いいですね。今度はゴールラバージョンで。歌ってるんでしょ、今でも。そうなの？でも、君ぐらいしか今いないから、なんか、いいよ。歌詞、うる覚え？ラララでもいいから。ゴールラバージョンで、ゴールラの時はどうやって歌ってるのってか聞きたいので。相模原ラララララララ相模原ララ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 みんな力合わせて勝利をつかめ。 OK です。ありがとうございます。ありがとうございます。僕、ね、本当に打ち合わせ台本ないことをすぐ振るのがこの番組の特徴なんで、ね、これみんなで歌うんでしょ。でもね、なるほど、これいいね。そう、いいきっかけからこうやって自然といいコラボじゃないですか。そうです ね、別になんか何かなんか裏でこう仕込んでどうのこうのじゃなくて、本当に偶然とかいろんなものがねちゃんとつながってね、やっぱりその理屈じゃないものでこう人ってこう引き寄せたりエネルギーって出てきますからね。それはもう今じゃあみんな、あ、その相模原のゴールランにいる人たちも何の違和感もなく受け入れて一緒に応援しようっていう仲間だって思ってくれてるんですよね。もう本当に仲間ですよね。ですよね。でですね、今21時51分。そうなんです。あと8分、9分で。ここはぬいぐるみになった。サンドが画面からパーンって消えるんですけど、CG で。あ、でも天女で。あっという間に立って、レイナちゃん、今、小学校6年生なんで、これだけは私はどうしても言いたいのっていうね、まず、つぶつぶドールのことで、これは言いたいっていうことでもいいし、今ずっとこれ、一応サッカー番組っていうことなんですけど、SC 相模原のサッカーの話、これだけは言いたいな、でもいいし、何でもいいんで、あと、出番がもう6、7分しかないから、これだけは言いたいの私がっていう、今日来たからにはっていうのを、どうぞ。まあ、あなたに今時間をあげますっていう。はい、お姉さんはまだ大丈夫ですか？ 10 時以降もね、いるんでね。どうぞ。じゃあ、寄ってあげてください。え？今、世界中で見てるから。もう宇宙の人も見てるから、これ今。銀河系の代表として。はい。なんでしょうね。そうね。そうですね。つぶつぶドールとしては、私はこうしていきたいっていうのはありますか？今後なんか普通に地域の子たちと一緒に普通にどこでもいいからとにかく踊ってみたい。うんうん、ね、どこで踊ることが一番多いんですか？今まではどこなんだろう。なんか公民館的なその中なんとかホールみたいなとことか。ああ普通にお祭りとかで野外のステージ市内のイベントがとっても多くって、うん、実際に今度の、ね、ほら今週末もね、ちょっと SC さんじゃないけどサッカー絡みでお声いただいてるじゃん。ステラさん。あ、そうなんだ。告知も兼ねて、次は私が、レイナちゃんがいつ私を見に来てぐらいでいいんで、いつなんですかそれは。25日で土曜日。土曜日ですね。何時から？13時かな。13時から、はい、祇園スタジアムで、野島ステラの、うんうん、野島ステラさんの試合があって、あ、まあ、それ、なでしこの試合があるの？そうですね。はい、あります。アンジュ。あ、はい。アンジュってどこのチームですか？ごめんなさい、話それちゃうんですけど。誰も知らない。はい、ごめんね。あ、大丈夫。で、その試合に、その試合のハーフタイムに。ハーフタイムに出るの？はい。地域の子たちと一緒にやらせていただきます。ごめんなさい。地域の子というのはつぶつぶドールということでいいんですかね？つぶつぶドールみたいな感じですけど。そういう概念でいいんですよね。コンセプトはね。はい。
コンセプトはそうなんですけど、一応みんなに一緒にやりませんかって感じで、子供センターさんとか学校のみんなの場合、はい、じゃあ、小学生結構集まって一緒に踊ろうみたいな感じですかね。そうですね、小中学生多めです。でも、なんか、れなちゃんリーダーみたいな感じですか、私についてきてみたいな感じの。班長ですね、私。班長だね。班長。え、ごめんね、個人的に聞きたいんですけど、同じ学校のクラスメートとかもいるの、そのつぶつぶドールを一緒に、何踊ってるみたいな子は学校にもいるんですか、なんか、同じ小学校で。たまに誘ったりはします。それで一緒に踊ったりとかはしてますね。してるよね。してる。実際ほら、みんなでいろんな相模原で踊った動画の時、友達呼んでたじゃん。呼んでた。ね。まあ、野外のお祭りの、これから夏だから、いろんな夏祭りとかあったり、まあ、秋もあるし、はいはい、まあ、野外が結構、人が集まるときに多いのね。ね。あとは、ちょっと9月に、たまにこう、年一ぐらいで大きな公演やらせていただいてるんですけど、うんうんうん、今度9月12日に、市民会館で相模原の、はい、大きな公演をやって、ここもやっぱり地域の皆さんとか呼んで、あと定期的にライブとかも小田坂の方のライブハウスやらせていただいてるんですけども、そことかでも、あれですよ、こう、SC の PR じゃないですけど、うんうんうん、相模原ちゃんと毎回やってるね。へー、はい、そうなんです。9月の12日も、また相模原ちゃんとみんなでやりたいなと思ってるので。その、はい、そのステージみたいな時っていうのは、はい、歌、もそうだし、はい、なんかそのミュージカルというか、あ、お芝居みたいなのもやるんですか？演技もやります。なるほどね、やります、はい。あとは何やるんですか？ステージって、なんか例えばお客さんと一緒に、はい、なんだろう、ゲームやりますとか、なんかあるんですか？その一緒になってこんなことやりますとか。全く知らん。そう。やりたい。古い古いけど。古いね。例えば。会場が一つ一つ消せるならやりたいですね。なんかその単純にお客さんがいてステージに上がってて、まあ自分たちの歌や踊りを見てもらうだけじゃない何かがあるのかなと思って、そのなんか一緒にこういうことをやりますとかっていうのは。結構一緒になんか見てもらう、見てくださいじゃなくって、うん、宴会に近いです。宴会ね。本当もうこんな感じで、こうやってサイリウムをはあ、はあ、みんなでこう振って、うんうん、こう応援して、うん、で逆に、ありがとうございまーす。なあ、じゃあ今、リサちゃんが振ってるんだ。やって、なるほどね、はい。はい、実際なので実際、私たちもステージ上でサイリウム持ったり、客席に降りて一緒にコールしたりとか、どっちかっていうとみんなで歌って騒ぎたいなって感じで、もう大宴会です。ごめんなさい、はい、レーナちゃんは今6年生じゃないですか、はいはい、グループの中では メンバーって言ったらいいのかな、その はい、いろんな人がつぶつぶドールだって言ってるけど、はい、一応こそステージとかやるときは最年少なんですか、今。もっと下がいるんですか、最近現れました。4年生とかいるんですか。小学校2年生が現れました。あ、ね、かわいいんですよ。かわいいんですか。小学校2年生でもうすでにメンバーと、はい、最近。その子を今度ね、つからに生出演してもらいましょうか。ラジオもダメなのかな。ラジオも一緒でしょ。ラジオ。じゃあまあ、レーナちゃんとしては来年から中学生だけど、はい、今後もずっと中学行ってもつぶつぶドールで活動したいし、なんか今は、うん、中学校になってこの活動と部活やるの大変だから、はい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 、部活をやらないでツーツードール続けたらっていう話を会議中です。今会議中ですか、家族会議中みたいな。なるほどね。もう何でもやっていいって感じなので、私の家族は。なるほどね、すごいですね。いいじゃないですか。フルーツバスケットやろう。フルーツバスケットやろう。何でもバスケットがいいな。何でもバスケットか。私、フルーツ、みかんか、いちごしかやだから。なんでもバスケットだったら、こう、何がいい？サッカーバスケットとか？選手縛り。あ、そうね。そう、あとね、あと1分ぐらいだから、これだけ聞こうと思って、サッカーは、まあ、今まで多分4回、5回って見たじゃないですか。はい。面白くなってきましたか、サッカーの試合自体は。見てて、はい、なんか、どんどんルールとか分かってきたので、すごい、どんどん楽しくなっていってます。SC 相模の試合もこれからもやっぱり見に行って応援したいなって感じですよね。はい、応援します、いっぱい。
じゃあ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ぜひ、祇園で。アウェイのね、人もね、ぜひ見かけたら、声かけてほしいですね。ホームの人はもちろんですけどね。本当に、アウェイもね、全然の、祇園、これからね、今シーズンまだ、祇園にね、アウェイチームのサポーターとして行く人もね、いいんですよね、アウェイのサポーターがね、写真撮りましょうって言ってもね。大丈夫でしょ、そういうの。大丈夫でしょ。サポーターどうして写真撮ろうみたいなノリで大丈夫でしょ。はい。ということで、すみません、今ジャスト22時になってしまったので、じゃあここで、つぶつぶ撮るの、レイナちゃんには、はい、ご退席というか、お帰りになっていただくので、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でーす。じゃあ、詰めて座っていただいて、渡辺さん、そこの端の、はい。失礼いたします。どうぞ。じゃあ休憩しますか、比嘉さん。はい。休憩しようか。そうですね。休憩してなかったから。10分ほど。10分ほど休憩しますか。はい。じゃあ、じゃあ、じゃあ、まだ第2部の途中ですけど。5分。5分。5、6分行きましょうか。そうですね。はい。休憩して。じゃあ休憩して、はい。休憩前に、じゃあ休憩後に何の話するかだけちょっと前振りで、比嘉さん。休憩。休憩明けは、何を、何を。この先の、うん。どこに向かってか。どこに向かってか。まあ、宇宙に向かうのか、それとも、うん、どこに向かうのか、わかんないですけど、その辺ちょっと話ができれば。うん、で、まあ、それと伴って、SC 相模原と、ゲートトゥエルプ、というか、ゴール裏全体、そして、うん、鶴田ちゃんたちをどういうふうに行くのかっていうのが話できればいいかなと思ってます。了解です。では、はい、ちょっと5、6分休憩ということで。はい。引き続き、よろしくお願いします。
はい、始めまーす。東さんとじゃあ、とりあえずメンバーの方が座るまで東さんと喋りますが、ですね、この後、はい、つぶどる、つぶどるウェブの横の人という方が、はいはい、声だけで出演していただけるようになります。はい、横の人です。はい、了解です。じゃあカメラはあの3ショットで、はい。この、はい。まあ、第1部、第2部でずっと話して、あ、どうぞどうぞ、真ん中座っちゃってください。はい。この話絶対しとかなきゃいけないのは、ええ、こう銀河系アイドルという名称なんですけど、はい。これはつぶどるのね、メンバーの人にも別に、許可なく、はい、渡辺さんとかにもほぼ許可なく、そうですね、私と東山さんが、ね、はい、打ち合わせをした時に打ち合わせをして、はい、何かこうパンチのあるパンチのあるネーミングっていうか、単純にその今回の放送する時のタイトルで、はい、なんか考えようよって最初話してた時に、最初東山さんが、ええ、ゴールラにアイドルがいる理由みたいな、すごいベタベタな仮タイトルだったんで、あ、その面白くないって僕が言って、で、散々こう、ね、ネタ出しをしてたんですよ。で、相模原って結局何があんのみたいな、私がこう、東山さんに聞いてたときに、それやっぱ JAXA って言ったんですよ。実は JAXA がとか、はやぶさがって、でそれを私も知らなくて、
そんなに有名なものあったんだ、相模原にっていうぐらいだったから、宇宙か、とか言って、私が、宇宙って夢があるよね、みたいなね。で、私の、ま、個人的な友人に、ジャックさんの関係してる人もいたから、なんかその人と話しててもあんまり相模原ってワードって出てなかったなと思ったんですけど、来月の8月になんか講演会があって、相模原のジャックさんのところでトークショーがあって、私の友人がそれトークゲストで出ることが後に分かって、あ、やっぱり普段からそういう活動してたんだと思って、はい。まあその告知は別に今ここではしないんですけど、で、まあ、その話を戻すと、そのなんかそのネーミングみたいな時に、いわゆるつぶつぶドールは、ご当地アイドルなわけじゃないですか。なんていうんですか、そのネーミングっていうか、コンセプトがね。そうですね。で、これ私と東さんの意見だったんですけど、ご当地アイドルっていうのは、もうこれ47都道府県のもう各自治体にいろいろいて、それだと、ちょっとこう、普通っていうか、埋もれちゃうよね。ってそうなんですよね、うん、で、まあ、そのただのこうネーミング会議だったんで、何かそのご当地はご当地なんだけど、相模原って結局何があるのよってなった時に、その JAXA って出た時に、宇宙か、なるほどねって言った時に、しかもサッカーの SC 相模原といろいろ、サッカーっていうワードも掛け合わせて、いろんなことを考えた時に、突然ね、そういえば、レアル・マドリードって銀河系軍団とか言われてたね、みたいな、雑談から、銀河系いいじゃない、みたいな、ね。銀河系アイドルいいじゃない。銀河系アイドルってのは新しいかも、みたいな。で、それが相模原に何の無縁でもないワードだから、要するに、JAXA があって、ハヤブサっていうのがあって。特に、石相模原自体も、8月、は1ヶ月に1回、フォルサ SC 相模原という、ジェコも、ケーブルテレビで、応援番組やってまして、8月偶然か、わかんないですけど、JAXA なんです。というところも、JAXA の放送するの ?JAXA で、取材して、選手たちと、はいはいはい、相模原の選手がね。はい。だから、ああ、すごいタイムリーだなと思って。やっぱりその今回の放送の企画のコンセプトでもあったんですけど、その地元にクラブがありますと。その自治体がありますと。で、自治体に他のいろんな要素、魅力もありますと。で、例えばじゃあ、相模原だったら、まあ、JAXA もありますとか、他にもいろいろあるじゃないですか。渡辺さんが、第一部でも言ってたようにね。だけど、いまいち、どれも、出てないし、露出っていう面でも、あと認知度も市民に広がってないし、あとその掛け合わせる、そのつなぐっていうこともうまくできてないっておっしゃってたから、やっぱりそのサッカーっていうものと、まあアイドルもそうだし、そのご当地のいろんな、まあ、物産もそうだし、その相模にあるコンテンツをこうつなぐ、なんかいい共通するワードが、ネーミングであるといいねっていうのがこの番組のこの企画のタイトルの時に銀河系っていいよねっつって、うん、銀河系アイドルとか銀河系なんとかとかっていうのは常に SC 相模原のコンテンツでなんか絡め出すとすごく広がりがあって、うんうん、関連性がすごくつけやすくって、これはまあ今は非公認ですよ、当然ね、別にクラブ公認のなんとかじゃないけど、別に非公認であっても、街にあるコンテンツをいろんなものでそれでつなげるんだったら、その公認とか非公認のその、あれは関係なしに、うん、いろんなものがつながれればいいじゃないって。で、特に相手、例えばじゃあ、JAXA の人が、そういうその銀河みたいな言葉とか宇宙とかっていうのが、最初がそれが入り口がきっかけで、地元にあるじゃあサッカーとか、いろんなものに、むしろコラボに興味を持ってくれるようなきっかけが作れれば、そういうのがすごくいい仕掛けなんじゃないなんていう話をしてて、銀河系アイドルっていうネーミングにしましたという。はい。そうなんです。これも私と東山さんの本当に雑談打ち合わせからの出た言葉なん で、ね、で、それでどうでしょうっていうのを今回ね、渡辺さんたちにも事前にご相談したところ、いいじゃないのって言っていただけたんでね。OK が出たんで。なんで、まあ、じゃあこれで今日からツブドールは銀河系アイドルっていうことにしましょうってことで。なんかこれがきっかけで、本当に JAXA とコラボで、
やってくれると嬉しいな、嬉しいなっていうか、なんかつながるといいななんて思うんですよ。そう、これね、あの、大丈夫でも多分出た話だと思うんですけど、あのね、待っててもしょうがないのよってのあるじゃないですか。自分たちの方からできることは、どんどん発信していった方がいいし、それでまあ相手の人たち、当然市民の人たちが興味を持つかどうかをやってみなきゃ分かんないんだから、まずはやってみればいいし、その時に、なんだろうな、まあこれは私の意見だったんだけど、ご当地アイドルだけだったらピンとこなくても、その、相模原に JAXA があって、宇宙に実際飛び立ってて、更新もしてて、相模原の皆さんと宇宙から呼びかけられてるぐらいなんだから、何の無縁でもない、その銀河、ね、銀河系みたいな言葉がフックであった方が、うん、え、何それって、逆に市民の人に、そのな銀河系って何だろうから、あ、そうか、JAXA って相模原にあるし、だからかっていうふうな、逆の入り方でも、全然いいんじゃないかなって思って、はい。まあ、うちの先祖も宇宙人連れられたのか分かんないぐらいだから、ちょうどいいんじゃないですか。だからこれは、その、そういう言葉とかワードもうまく、こう、市民に伝わるような仕掛けを、まあ、多分していくのがいいんじゃないかなっていうのが、まあ、この、日賀さんと二人で話した時の、あれで、そうですね、逆にだから、渡辺さんなんかにも、こう、提案なんですよね。そういう感じで、いろんなものをつなげていくのがいいんじゃないかなって。面白いですよね。ね。昨日だから東くんが提案したのタオルにハヤブサの、うん、ロケットだっけ？そうですそうです。このタオマフにロケットとかハヤブサを入れるのも面白いんじゃない？ですよね。うん。だから知られてないんだったら僕らから仕掛けて教えてあげるっていうのも一つの方法論ではあるのかなと。そう、それが一つの方法論だし、その方法論をやらずに、なんかサッカーの勝ち負けだけで人々に興味を持ってもらおうって思っちゃってる人たちよりはやっぱり前進するというか先に行けると思うんですよね。自分たちの方からその街にあるものを引き寄せられるだけのなんか仕掛けというか、うん、きっかけつながりをちゃんと作ろうっていうマインドはサッカーのサポーターでもクラブでも持ったっていいじゃないって、はい、なんか周りが動いてくれて全部が整ったらやれますみたいな風に、うん、街の姿勢だったら多分誰も動いてくれないと思うんですよ。です、ね、サッカーのためには、はい、なかなか、はい、特に小さいクラブはだから自分たちの方からそうですね、そのマインドというか精神ねが込められてる、ね、JAXA、相模原、つぶどろのトリプルコラボと、うん、でも本当自分たちはもう全部のを前立てしてもうここの上に乗っかってくださいっていうところまで作り込んで、うん、そういうね、うん、周りの、それこそサポートの仕方って、うん、これからの、特にアンダーカテゴリーのね、クラブの、街の人やクラブのサポーターには、必要なんじゃないかなというのが、まあ、実は、うん、まあ、真剣な話の、ね、テーマのこう提言でもあるんですけどね、はい、今回なんでこの企画をやろうかと思ったのは、うん、それを実際に今、相模原で、ことをやろうかなと考えている人たちが、まあ、日賀さんもそうだし、渡辺さんたちもみんなそうなんだけど、そういう人たちがいるってことを、うん、今日は伝えたかったっていうのが、はい、裏テーマというか、まあ、表テーマですけどね。ですね。で、だから、なのかさんにも、まあ、今後、なんか自己紹介するじゃないですか。私たち、つぶつぶドールです、みたいな、はい。必ず、銀河系アイドルを入れてほしい。銀河系ちなみにこれもの僕と、はい、なのかちゃんと、はい、渡辺さんと横の人はもうこれ銀河系軍団ですよ、そう、もうすでに連合になっている、もう銀河系軍団、銀河系軍団、もしかしたら銀河系コンビネンスストアでですよ。これはなんかそう こちらからのお願いもありますけどね、ぜひこう銀河系アイドルっていうネーミングでですね、まあ、すでに銀河連邦というグループ。そうだね。があるもんね。ありますからね。うん、で、これと、まあ、銀河連邦。野城でしたっけ、秋田でしたっけ、野城ですね。で、コラボして。ごめんなさい。野城にあるんでしょ、そうです。それは何 ?JAXA があるのまた。そうですね。うん。いいじゃない。いいじゃない。なんかその、勝手に姉妹都市みたいな。宇宙つながりでみたいなね。実際、秋田さん、ブラウルブリッツさんと試合やるとき、野城さんの方からは、姉妹都市です、よろしくお願いします、みたいな、初めて対戦したときは、そういう、向こうの
観光庁の人が。ごめん、実際に姉妹都市なの？姉妹都市です、ね。姉妹都市なの？姉妹都市です。うん、だったらもっと使った方がいいよね、だからそういうことは。あの NASA とかコラボできないの？NASA！ NASA 大きくなりましたね、どん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 。なんかヒューストのね、宇宙ステーションから。面白いですね。J3 を、J3 とコラボとかね。いいじゃない。NASA 来ましたか。NASA いいですね。だから、例えば、ちょっとこう、ごめんなさい、つぶどるとか、このね、3F の話から、ちょっと大きめな話するんですけど、小さいクラブがそれぞれ、J3 でも JFL でもいいんですけど、それぞれ小さいじゃないですか。はい、で、自分のチームのことだけを考えて、例えばじゃあ相模原のことだけを考えて、うん、相模原が盛り上がればいいとか、相模原が強くなればいいだけだと、うん、多分ダメだと思ってるっていうのが提言なんですけど、ね、どうやったらそのリーグ自体が盛り上がるかっていうことってすごく大事で、で特に J3 や JFL になってくると、あまり、パワーをかけてリーグ自体を盛り上げてくれないので、上は。どうしてもやっぱり J1 とか、まあ、日本代表とかっていうのはもっと大きなお金やいろんなもので、リーグ自体や、ね、チームをね、ガーって盛り上げてくれる、いろんなその、それはブランドがあるから、それだけの。だけど、下に行けば下ほど、自分のチームだけを盛り上げるんじゃなくて、リーグをそれぞれのチーム同士で、もしくはサポーター同士でもいいんだけど、どうやって盛り上げるかっていうのは、結構これが鍵になると思うんですね。それができる人たちはちゃんとお客さんも増えていって、うん、つまりリーグに注目が集まるから、うん、どのカードにも入っていくっていう、あのお客さんがね。でね、それを、なんていうのかな、例えばさっきのブラグリッツ・アキタの能代でしたっけ、うん、そうですね。ね、共通項が見つかって盛り上げられるんだったら、それを別に J リーグの人たちが、なんだろうな、使ってくれなくても、その名称をね、非公認の形でもいいから、自分たちの方から仕掛けて、それでそのサッカーにまだ無関心な人っていうか、町に住んでるね、その秋田県の人や相模原の人たちが、なんだろうそれっていうのでも、いいじゃないですかって、うん、そうやって共通するものが、はい、ワードがどんどん出てくるんだったら、うん、どんどん自分たちの方からやるのが多分これから必要だし、多分トレンドになるっていうか、そうでもしなきゃ注目されないっしょって、だからすごく大事かなと思って、じゃあ真面目に話しますけど、だからその、うん、あの割と最初はそのネーミングがどうだこうだって東山さんと二人話した時に、ふっと銀河系って出たんですけど、よくよく考えたら、やっぱそういう発想で、それぞれのクラブのサポーターの人たちや、クラブの中の人たちも、もっともっと、どうやったらもっと広がるんだろうって、みんなが考え始めたら、もっと出てくるはずなんですよ、ネタは。僕と東山さんでさえ、1時間、2時間雑談しながらパッて出てくるぐらいだから、日頃からみんながそうやってやっていけば、もっともっと出るはずで。そういうのすごい大事なんじゃないのって。そうですね、その銀河連邦だって、能代だけじゃなく、他にも、今ちょっと調べてますけど。大事な考え方だなと思ってるのは、これは私の意見なんですけど、はい、自分のクラブだけが盛り上がればいいっていう発想で、うん、企画とかネーミングとか考えてるので、多分ね、広がっていかないんですよ。ですね。自分のクラブじゃないところをどうやって盛り上げようか。うん、っていう発想でいろんなネーミングやいろんなものを考えて企画を考えると、自然とその地元のクラブにもちゃんとつながりができて、結局はその街が盛り上がるとか、あとはリーグが盛り上がるということですよね。あとクラブ同士で盛り上がるとかね。今出ました、その銀河連邦と言われているところが、北海道広尾郡の大樹町で、岩手の大船渡で、能代ですね。あと、長野県佐久市。上相模原。で、もう一つ、鹿児島県、あるよね。うち。種子島でしょ？鹿児島って言ったら。肝付町ですね。うん、これ、うちの裏の宇宙空間観測所。で、もうこれチーム無理くり当てはめますと、岩手はもうグルジャ。もしくは、
グルシャじゃなくて、ゼブラ。もうゼブラ。ガンジュでもありますよ。ガンジュでも、はい。で、ブラウグリッツ・アキタさん、あ、長野パルセル、作詞はもう、長野パルセルさんが、うん、去年は本編何試合もやってますし、ねね、はい、で、鹿児島県は、鹿児島ユナイテッドっていうところで、うん、なんかそういう銀河連邦リーグとか、いうのも、できたりもするのかなと。ね、それぞれのクラブなんかでそういう話ができれば当然面白いですし、当然我々でもこういうのは仕掛けられますし、こういう話って一見妄想レベルに最初聞こえるんですよ、うん、てかバカじゃねえのみたいな、うん、常識人からすれば、うん、本当お前らはみたいなね、うん、だけどそういう瓢箪からコマみたいなことはいっぱい世の中起こるんで、 ね、でそれって要するに自分たちから動いて仕掛けなきゃ、うん、そうにはならないわけで、うん、待ってたって絶対なんないんだからっていう、ね、だからいいヒントがそうですね。込められてるかなと思って。なので、銀河系アイドルっていう、銀河系アイドル誕生の謎というのは、これ今説明しました。謎っていうのはこれですってね。そうですね。ネーミングをどうしたらいいかっていう時に、相模原にある要素、コンテンツを、うまくつぶつぶドールも、SC 相模原もいろんなものがつながるための、ネーミングとして銀河系をっていう言葉を作りましたというのが、謎の答えですってことなんです。これは結構ヒントでもあるし、メッセージでもあるから、そうですね、これ見てる人には、そういうことを感じてほしいなっていうのが。うん、そこから繋がる何かもあるし、はい、それからもし本当に今後、例えば、ジャクサ側から、石井相模原さんに、ポスト、例えば、集合写真、よく、ずっと松本山賀さんが、松本町の後ろで、そうだよね。選手の、なんですかね、毎年、選手名鑑の後ろの写真なんか使ってるんですけども、ね、それを真似するわけじゃないですけど、いろんなチームが最初に今年から自分たちの名所で、例えば奈良クラブが、うん、そうね、東大寺とかね、やったりとか、うん、そういうのも工夫で始まってきてるところもありますんで。そう、すでにやってる都市やクラブも実際あるし、だから、まあまあまあ、もう言っちゃいましたけど、これどっかでクラブの人に言います。うん、まあ、言ってうまくいくかどうかわからないですけど。そうそう、だってダメ元っていうか、別に今までやってないんだし、はい、ね。それが通らなかったからって別にマイナスになることは別にないしっていうね。そういうポジティブな感じで、どんどん自分たちから仕掛けられることであれば。フォルダできっかけできてるから。そうですね。ね。実際。難しいことだな。うん。だから、っていうコンテンツと B と C と D っていろんなものが街にありますと。で、それは A と B と C をどうやってつなげればいいんだっていう時に、はい、やっぱそういう発想で、はい、A だけ盛り上がればいいんだ、だと多分 B と C をつなげるアイデアは出てこないんで、逆に C と D をどうやったら盛り上がるんだろうって、こことここをつなげたらどういうふうに盛り上げができるんだろうって時に、実は A っていうコンテンツにもできることがあるじゃないみたいなふうに、多分そういう発想が、これから多分大事になるかなと思うし、それの、まあ、実例っていうか、いい例に、このつぶつぶドールとか、SC相模原とか、その渡辺さんがこれから仕掛けたいと思ってることとか、うまく実例として形になっていくと楽しみだなって、はい、期待も込めて、はい。横の人的にはどうでしょう、その。どうぞ、マイクを向けて、はい、その後ろで。JAXA とのコラボっていうのは。あ、でも相模原をご紹介の歌、ええ、相模原の歌のアニメーションにはもう、うん、そうですよね。はやぶさは載せさせていただいておりまして。あれも許可取られたんですよね。ということは、つながってるわけですね、もうすでに。それこそこれを、つながりを広げるっていうのも、一つのきっかけにもうできるんじゃないかなと思うんですよね。これ実はね、すでに何回かのね、こう、クロスがあった。そうですよね。それをこう、途切れないように、ちゃんと広げていくっていうか、うん、大きくしていくっていうのが、まさにこれから、ね。なんかもっともっと相模原JAXAを売り出してもらいたいなっていうのは、これ SC 相模原さんとか、ステラさんとかだけじゃなくて、行政に僕言いたいんですよ、すっごい。はいはいはい。行政がもっと本気になって、JAXAをバン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 。だからさっきも渡辺さん話出たんですけど、相模原市って売り方すげえ下手なんですよ、うん。シャイというか、うん、なんかここまでやると商用的になっちゃうかもしれないみたいな。うん、そうじゃなくて、この前すごいタイミング面白かったのが、SC 相模原には3フットボール、
って言って、SC 相模原、野島ステラさん、ラグビーのダイナボアーズさん、で、アメリカンフットボールの相模原ライズさんと4チームがありまして、電車のラッピングカーをこの4チームで、ちょうど相模線って4両編成なんですよ。で、1チームずつラッピングカーを出したんですけれども、それをツイッターである方が、それぞれな、ラッピングだけじゃなくて中も広告、宣伝をしてるんですけど、SC 相模原の評価がすごい面白くて、商用的って言ったんです。これでも、すごい大きなヒントで、なぜ商用的って言い方をしたかっていうと、あ、だから、SC 相模原って、なんていうのかな、他のところと違って奥ゆかしさが全くねえんだなっていう。まあ、いい意味で奥ゆかしさがないなっていう。だから、人の目に、はつきやすいところって多少あるのかなって、本当にもう試合に来てくださいっていうのが露骨に出てるみたいな。あ、ごめんごめん、ちょっと聞いていいですか。はい、今のヘガさんの話、はい、商用的っていうのは、はい、SC 相模原が特に商用的だっていう意見っていうか、はい、はそれポジティブな評価なのか。僕ポジティブです。どっちなの、ネガティブなの。ポジティブな評価なの、はい、なるほどね。その先ほどの相模原っていう市民性が奥ゆかしさというか、ちょっと内向的な部分があるからこそ、うん、その多分商用的って見られると思うんですけど、他の方から見ると決してそんなに商用的に見えないと思うんですよ。普通に、あ、ごめんごめん、商用的だっていうふうに、まあ、ツイートしたんでしょ、はい、誰かが。そうですね。それは相模原のサポーターがってこと？サポーターの方、市民の人がってこと？市民の方、その両方ですね。なるほどね。はい。それは、はい、今、まあ、東山さんの言葉だと、奥ゆかしいだっけ？はい。要するに内向的っていうか、はい、ずうずうしさの、はい、対極の言葉みたいなのがあるとするんじゃないですか。はい、ずうずうしい感じと、まあ、ずうずうしくないみたいな。謙虚。みたいな。でもそれが相模原の市や市民の気質として、その謙虚さがその何ですか、物足りないんでしょ。渡辺さんがその自虐的な何もねえみたいなのを やめろよみたいな思ってるわけじゃないですか、はい、だからむしろずうずうしいっていうふうにパッと人が思うぐらいの出方が、うん、突き抜け方がいいんじゃないっていうのがポジティブっていう意味かな。うん、だもっとこう人がにもビジネス感覚を持ってもらいたいっていうのがすごいありますよね。うん、なんかその、どうせ売名とか、例えばね、そういうね、そのズーズーしいっていうのをネガティブに捉える人たちの評価を、はい、もう露骨にどうだとか、はい、でそういうのを気にしすぎちゃって逆に何もしないぐらいの市民の気質からだったら、一回振り切っちゃって、ぐらいがちょうどいいんじゃないっていうぐらいが今、今、ジャストタイミングでそう思うんですよね。うん、だから多分政治家選びとかも、相模原市民はそういう感じですよね。うん。な、儲ける人よりも何もしない人の方が、うん、なるほどね。いいみたいな感じが、うん、見受けられちゃいますよね。うん。うん、その奥ゆかしいというか、その謙虚みたいなのが美徳みたいな。うん、だけど、それって裏を返せば何もしないで、じーっと口、そうですね。つぐんで、なんか、嵐が過ぎ去るの待ってるよみたいな感じなんでしょうみたいなのが、ダメじゃんっていうところですよね。そうですね。うん、何かのきっかけがあれば、弾けられるっていうか、要するにエネルギーは皆さんの中にはあって、あるんですよね、何かのつながりがあって、あれば、多分自信持って、これは本当に町の誇りじゃん、楽しいじゃんって言えるマインドがあるのに、はい、それをこう、あえて蓋しちゃってるみたいなところがあるから。応援とかはもうそうなんじゃないですかね。なるほどね。そうですね。うん、それは。弾けきれない。弾けきれない。恥ずかしがっちゃうみたいな、ね。そうそう、うん、ね。それはありますね。だから、さっきの、まあ、その、電車の話だと、評価としては、商用的じゃないっていうのは、一見ほら、ネガティブなイメージで、さ、思うんだけど、はい、逆にそれはポジティブな評価だぐらいに東さんは思ったっていうことで。そうですね。いいですね。僕はそう思ってます。なるほどね。僕で、その4チームあるっていうのが最近の話でしょ？その4チームで何かラッピングでやったっていうのはね。はい、それはまあ、一つのコラボでもあるんでしょっていうことでしょ？はい。いや、それはまあ、
市内にある4チームのコラボだけど、あくまでもスポーツチームみたいなその狭いくくりのコラボだから、もっともっとその広げる、うん、別にスポーツじゃないものでもどんどん、うん、市相模原がきっかけでいろんなものがつながり出すのがいいよねっていうのがね、うん、そうですね、そうなるといいですねっていうのが、はい、で、まあ、この企画タイトルの謎も、明かしたので、はい、でぜひまず、つぶつぶドールさんには銀河系アイドルということで。はい。銀河系を目指して。クラブの方にも、これから銀河系アイドルってことで、みたいなね。そうですね。なんかこういうポスター作るときも、はい、もうどっかに銀河系アイドルっていう。そうですね。で、多分、絶対最初は違和感感じると思うんですよ。それこそ、ズーズーシーぐらいに銀河系って言ってると、違和感を皆さん感じるんで、理由がちょっと気になるじゃないですか。なんで銀河系なのときにさらっと、相模原の弱さがあるって、ドーンと出せば、うん、それだけで一発で気づくかもしれないじゃないですか、ね、はい、ということでよろしくお願いしますね、はい、あ、今日から明日からもう土曜日のイベントから、ね、さどうぞどうぞすごいすごいなって、あの、ただやっぱり相模原が好きなのと、はい、ここから出たいんじゃなくて、私たちはあくまで相模原の応援したいの で、ね、相模原ご当地アイ銀河系相模原ご当地アイドルぐらいじゃダメですか？いいです、いいです。いいと思います。大丈夫ですか？いいと思います。よかったです。むしろご当地アイドルで銀河系って使ってるのは多分相模原だけだと思う。まあ今のところ。あと秋田ぐらいでしょ、秋田が使ってるかちょっとわかんないですけど、いいんです、いいんです。ご当地アイドルとして銀河系なんですって。はい。ぜひお願いしますっていうのが、はい。こっちのもう勝手なわがままな、そうですね、まあ、いや、わかんないですよ、これ1年経ったらどうなってるか、銀河系すげえ盛り上がってるかもしれないですけど、やべえみたいな、ホームゲームにJAXAのあれ本当に来てますみたいなね、何がきっかけだったんですか、いや、つぶつぶドールがずっとマイステージ銀河系って言ってたから、街の人がみんな気づき始めましたみたいになるかもしれないので、誰も怒んないと思います、それでね、お客さんとかね、街の人たちがね、で、あの、第2部のその後半戦は、江川さん、何をあとはやりますかっていうのが。あと30分ですよね。ありますか。渡辺さん、何か、ここから。そうですね。まあ、ここは喋りたいなっていう。これを喋りたいなって。そうですよね。そうですよね。ずっとそれ番組ごとから置いてあったんですけど。何ですか、それ。それは何ですか。はい。何ですか？はい。寄ってますから。ええ、これも、あ、じゃあ、ここに一本置いておいてもらえば。はい。東君と、これを寄ってもらって。松田さん、マイクで、はい、はい、ぜひ。東君とヨタ話で出たように、はい。もう、私の横の人と、ヨタ話しながら、やってみようかっていうところで。作ったんですか？ええ、作りました。これは、お酒って書いてありますけど、ええ、中身はビールでございます。ビール。相模ビール。今流行りの地ビール、クラフトビール。はいはいはい、はい。はい、小金酒造さんから出てる、相模ビールという、もう名前も、相模と、うん、はい、入ってあります。このアニメが、この、つぶどるの、そうですね。はい。なんですか、登場人物というか、でいいんですね。相模アスカちゃんです。あ、名前が相模アスカちゃんなんですね。はい、を、ラッピングで使いと。アニメとビールのコラボってもちょっと珍しいと思いまして、うんうんうん、はい。これは販売するんですか？もう実際販売しております。はい。おいくらですか、ちなみに？550円。550円。はい、なっております。もう一回うちの店で、彼女たちに来てもらって、イベントを、ね、はいはいはい、行いまして。なんかそれも写真出てましたね、ツイッターでも、ね。あ、そうですね。ありがとうございます。なるほど、なるほど。これが、ごめんなさい、相模ビール自体が、はい、地ビールで。はい。まあ、実際は厚木なんですよね。なるんですビール工場がね。はい。実際のところ言うと、相模原は地ビールを出してないんです。うん、で、その中で、ビール会社さんって、厚木には3社ぐらいありまして、1社は、湘南ベルマーレさんと、コラボでもビールを出されていて。それ地ビールの話？はい。地ビールです。何でしたっけ？じゃあ、それを調べてもらいます。サンクトガーレン。サンクトガーレンさん。あ、はい、はい。で、サンクトガーレンというのが相模原にある。あ、これも厚木なんです。あ、それも厚木なんだね。はい。相模原ではなくて、厚木には3社ぐらいありまして。ね、で、その中で、
相模ビールという小金酒造さんがブランドして出してるっていう。あの小金酒造さんは以前から相模ビールを出してるんですよ、ね。そうですね。ですよね。はい。もう地ビールとしてはかなり老舗で。ですね。そうですね。クラフトビールの雑誌とかだともう一番初めに。なるほど、なるほど。はい、これ市民の人って相模ビールってみんなもうほぼ知ってんの？あんまり。この辺もまだまだ。あ、そうなんだ。うん、それが、まあ、さっきの話に通じるんですね。そうです。もうちょっとこう、もっともっと出せばいいじゃないのね、はい。なるほどね。で、とりあえず、この粒ドルバージョンでやってみましたっていう。はい。はい、そうなんです。非常に売れております。そうですか。はい。はい、これはどこで買えるっていうか、あの、どうで買えるんですか？どうで買えますか？あの、当然ですけど、スリーで買えるのはもう分かってるんですよ。うん、今ですね、今の、あとはどういうところで買えるんですか？今、相模原の、うち以外の 3F でも、10店舗ぐらいは。3F で買えるんですね、はい、コンビニは 3F しかまだ扱ってないぐらいなんですか、ね、今まだそうですね。ね、今の、まあ、あの、かかあさきを、はい。ははは、けども、あとスーパーとかはあんま売ってないんですかね、このバージョンは。このそうですね、このバージョンはまだ。既存の相模ビールはいろんなところで買えるんですか？はい。あ、なるほど。じゃあこのバージョンはまだ、これから。どん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 今伸ばしてる最中ですね。だからこれまた違うバージョンの相模ビール出ると嬉しいですね。そうなんですよ。これをね、ちょっとね、なんとかしたいんですよね。うん、やらしいですね、東山さん。東山さんの言い方がやらしい。東山さんの今言い方がやらしいんでね。勘がいい人はもうこれ放送聞いてれば残像が分かってきちゃうっていうね。まあ来月ぐらいのお楽しみに待ってください。来月か。やっぱ広が、これまあこれも広がってほしいなっていう、ね。週末。なんかわかるかな。いいなぁと思ってね。今週末試合あるんですよね、ちょうど。ああ、はいはい、祇園で。はい。で、レディースデーなんですよ。ああ、なあ、そうですね。女性無料。うん、女性無料みたいなね。はい。それさ、後でいいや。まあだから、この相模ビールも、まあ、ビール工場は厚木だけど、長年ずっと相模のビールとして出てるから、はい、もっともっと、まあ、広まってほしいなっていうね。そうですね。なるほどね。で、粒ドル、アニメの方の粒ドルで、今やってますと。はい。で、粒ドルさんも、この、お酒の、なんですか、キャンペーンみたいなイベントをやって、はい。はい、あと、これ1本買うと、バッチ1個今、あ、あるんですか、はい、今ちょっとちっちゃいですが。じゃあ、寄ってあげてください、バッチ。ますか、これもらえるんですか、はい。はい。東が今、とか言って、モニター画面に。ちなみに、バージョンは、今、私が持ってるのが、アスカちゃんなんですけど、はい、このポスターのメンバーの、はい、一人一人。それぞれの。はい。おー。18パターン、ご用意してます。はい、キャラクターのアニメの方の粒ドルもちゃんと紹介しようかなと思ったんですけど、これ今、このポスターに載ってる子たちが全メンバーなんですか、はい、全メンバーです。で、2、4、6、や、と、2、4、16。はい、16です。で、16バージョンの缶バッジが。はい、缶バッジが。漏れなく1個。はい、1本買うごとに。限定です。あ、限定です。数に限りがあります。おうおうおう。100個とか200個とかそういう。少ないんですか？もうちょいやる、ね。もうちょいあるんですか、はい、今買っとかないとぐらいの感じですか、もしかして。そうですね。なるほど。じゃあこの夏に。はい。ぜひぜひ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで。はい。あと何かありますか、渡辺さん。この放送中に。そうです。何か言っておきたいの。得意っすか？どうぞ。どうぞ。横の方にどうしても聞きたいことがあるんですけど。どうぞ。今後のつぶつぶドールの方向性。どういうふうなところを目指していきたいのかなっていうのはすごく聞きたいんです。今度は3次元のつぶつぶさん。そうです。はい。今後っていう。先ほど、後ろのポスター、お話しいただいたんですけど、うん、はい、はい。これ、去年は、市内の小中学校に、4万5千枚、ホームルームで配っていた。それはすごい量ですね。で、はい、ポスターも市内に1000枚以上貼っていただきました。そうですね。で、メンバーが手配りで駅前で3000枚以上配って。すごい。あります。で、去年、まあ、夏の終わり頃にお邪魔させていただいて、はい、うん、まあ、ハーフタイムなんか話をいろんなスポンサーさんとかもいろいろ同時にあったので、はい、まあ、まず行ってみようってとこから始まったら、ゴールラの方が好きだって言い始めて。メンバーがね。みんなで楽しいからね。
もしかしたら、はいはい、ハーフタイムはいらない。じゃあ、それでいいよっていう形から入ったんです。ぶっ飛んだコンビニだったり、ぶっ飛んだアイドルだったり、いっぱいいますね、相模原って。じゃあ、逆に、まあ、運営っていうか、はい、サイドからすれば、はい、よくあるパターンで、サッカーチームのハーフタイムなんとかみたいな感じで出るのがいいんじゃないかなと最初は思ってたんだけど、いただいてたんですか、そういう話が来てたんだけど、はい、もうメンバー本人たちが、はい、そういうなんかその、公式的なハーフタイムとかじゃなくて、もう試合中にずっとゴールラインにいる方がいいんだって言ってるんだったら、はい、もうそれを尊重しようみたいなね。そうですね。ですね応援するのが好きなので、うんね、はい、選手の皆さんが、やっぱりスタジアムでは一番のヒーローなので、主役はもちろん選手の皆さんであって、はい、私たちは応援できればいいなっていう、はい、で相模原に誇れるものっていうものをやっぱ作りたいので、うん、SC さんがそれになっていくんじゃないかなというところもありまして、みんなで応援していきたい。そのポスターの話になりましたけど、はい、去年ね、はい、その3万何千枚とかね、学校にねとかあったじゃないですか、はい、今年もなんかこういうのまた今年の2015年のなんかバージョンでもうすでに作ってあって、どっか貼られてるとか配ってるとかあるんですか？そこまではあえてやってないです。これはもう、はい、去年のこの11月の試合にそういう呼びかけご縁があったから、その時に作ったっていう感じなんですかね。そうですね。あんまり出しゃばらずにいようっていう。なるほど。長く、SC さんはちゃんと長く大きくなる、うん、チームだと思いますので、うんうん、私たちが変に出しゃばりすぎると、なるほど、私たちの売名行為と思われても嫌なんですね。奥ゆかしい意見ですね。奥ゆかしいですね。だからやっぱり私たちの、まあ、子供施設とか結構行ってまして、ライブとかそういうところで、私たちのできる範囲で、人の見えないところでちゃんと宣伝を続けていこうと。はい、やっております。逆にありがたいじゃないですか、本当ですよね。人が知らないようなところでもね、相模原もあるんですよって感じで、そうですね、もちろん。つぶつぶドルが行く場所で、こうね、喋ってくれたりしてるわけじゃないですか。はい、ありがたいじゃないですか、ありがたいです。勝手連的にやってくれてるわけじゃないですかね。ね、みんなに知ってもらいたいです。そうですね。うん、でも、それは、本当に、なんだろう、グラスルーツっていうか、本当に、種まき、こう、地道だけど、ずっとそれを長く続くようにやりたいって、あんまりその派手になんか、でしゃばる感じでやるよりは、はい、ま、街中、いろんなとこ巡って、地道かつ、それが一番大事だと思うんですよね。長続きしてね、はい、っていうのがね、はい。ということですか。そうですね。はい、いいですか、比嘉さん、聞きたかったこと。僕はそうです。いいですか、聞きたかったんで、これは。じゃあもうメンバーのなのかさん、はい、もう放送時間が終わりになってきたので、はい、さっきれいなちゃんにはね、はい、どうしてもこれだけは言いたいってなんか言ってもらいましたけど、はい、まず、はい、つぶつぶドールとしては今後こうですとか、なんか私としてはこれは言っておきたいんですってことがあればどうぞ。すごい結構こう、それこそゲートの皆様とかにもこうもっとなんか出たらみたいなこととか、すごいありがたいお言葉すごいいっぱいいただいてるんですけど、なんかこういつも応援に行った時とかにこう迎えてくださる雰囲気が好きで、もともと私たちはなんか特に私自身がもうなんか誘われて、うん、一緒にステージやるからいいよみたいな感じで入った、はい、入ってなんかどっちかというとアイドルになりたいっていうよりは、ね、もう一緒に仲間がいるから入ったよっていう感覚の人なので、うん、はい、どっちかっていうと相模原の市内のこととか、もう本当いろんな、こうやって今日のラジオでも、皆さん本当ゲートの皆さんとか SC 相模原を盛り上げるためにすごいいっぱいいろんなこと考えてて、いろんな話があってって、いろんなところで相模原ってそういうことやってる方がいっぱいいるんですよ。うんうんうん、それを広めたい、うん、こういうふうに知ってもらいたいっていうのが、そういう、こう、役割がつぶつぶドールなんじゃないかなって。私たちがきっかけでそれを知ってもらえるようなことをしたいっていうね。はい、そうなんですよ、はい。だから定期ライブとかでも毎回相模原ちゃんとの時間作ったりとか、ね、はい、うん、みんなでやったりとか、あとゴール裏では、ゴールが決まれば丸さんたちとこう、すごいジャンピングおしくらまんじゅうをして、なんかこう、楽しみ、自分たちも楽しみながら、みんなも楽しみながら、こういう楽しいことがあるのをもっといろんな人に知ってもらいたいって、うん、もうそれだけなので、ぜひ、ぜひ、これを見てる方は多分、ゴール裏に行ってる方が多いかと思いますが、みんなでゴール裏で騒ぎましょうって感じ。なるほど。今そこでモッシュができるアイドルですか。
もう一緒してるんですか。してるんです。ありえない。ありえないですね。ありえないです。見たことないわ。他の試合会場で。そんなの。アイドルがモッシュしてるって。いいっすね。それね、映像とか残ってないですか、どっか、YouTube とか。特にないですか。撮りましょう。あの、本当に今、個人的に思いついちゃったんですけど、うん、なんか SC 相模原っていうクラブのね、試合を応援してる皆さんとね、はい、そのつぶつぶドールも混ざってるじゃないですか。僕、もうクラブ非公認ですけど、うん、ドキュメンタリー映像とか作るのとかダメなんですかね。あ、1年間追いましたみたいなね。いろんな、ね、そういうのもダメなんですかねと思って、面白そう、ね、今思いついちゃったんですけど。いや、全然いいじゃないですか。だって要するに、やっぱりさっき彼女の話、いろんな人に知ってほしいわけじゃないですか。うんうんうん、だから、その形になるもの、うん、後から知った人が、うん、あ、こんなこと1年かけてやってたのっていうのは、なんか、残せたらいいなとちょっと思ったので。はい、ですね。面白いですね。立って映像で見たいもの。本当にゴーラドモッシュしてるわみたいな。見たくない？見たいよね。これ多分日本サッカー界に衝撃走ると思うんだよね。その映像だけで。これ多分本当地上波の人が見たらびっくりするみたいな。何すかせ、SC 相模原ってみたいなね。すごいですねみたいなね。で、ジャクサもあるんですかとか。何すかこの GL みたいなね。急に何がきっかけでそういうガーって世間の注目やいろんなものが集まるか分かんないから。やらなきゃ分かんないですよ。でしょ、うん、今ちょっと思った。その映像見たいなみたいな。その、相模原の歌も歌うわけじゃない、うん、ゴルラで。その絵とか撮りたいじゃないなんか。いいね、みたいなさ。はい。まあ、勝手に今も、私だけが盛り上がりました。そういうのやってみたいなと思っちゃいました、ね。はい、いいっすね。面白いよね。ドキュメント。じゃあ、なのかさんとしては今後も、その、そもそも私アイドルになりたいっていうわけで、つぶつぶ通り入ったわけじゃないし、本当相模原っていう街が好きだし、いろんな良さがあるから知ってほしいし、そういうことはこれからも、はい、今後もやりたいし、つぶつぶ通りのメンバーとしてもそれはやりたいしっていうことで。はい。はい、あとは、仲間募集中です。そうです。ちなみにそのメンバーはどうやったら入れるとかなんかあるんですか？その、わかりやすく言うと。ホームページから募集してますよとかなんか。普通に。募集はしてるんですけど、はい、結構入りたいって言ってくれる子は多いんですけど、はあはあ、ステージだけを求めてる子って、はあはいはい、チヤホヤされたい、いわゆるアイドルになりたいっていうね。うちはあくまで地域貢献なので、はい、ステージはご褒美なので、ダメですと、はい、もっと地味なこといっぱいありますよっていうね。はい、そうです。あ、わかります。すごいわかりますね。本当に興味多いで聞いちゃうんですけど、面接とかやるんですか、そういう時って。最初に。面接はしないです。普段のそのいろんなイベント呼ばれるので、はあ、そこでのその立ち振る舞いとか、はあ、もうそれがまあその人の本質なので、はあ、もう向いてない子はもう勝手に去りますね。ああ、なるほど。はい、ただサポートとしてつぶつぶってやっぱすごく大変なんですよ。地域貢献ってすごく大変なので、それそうでしょう。で、でもライトに応援したい子っていうのはやっぱりいますので、はあ、そういう子たちはサポートとして一緒にステージ立ちながらも。つぶつぶをさらにまた応援してくれてるって感じで。あ、つぶつぶドールサポートメンバーみたいな感じですかね。はい、お友達メンバーが。なるほどね。うーん、レギュラーと準レギュラーみたいな感じでいいですかね、分け方としてはね。そうです。まあでもみんなでチームなんで。なるほどね。はい。このコンセプトね、つぶつぶドール、まあ相模原のって、これって他の自治体であるんですか、こういうのって。地域貢献をしてるアイドルってことあるんですか、聞いたことあるんですか、どうなんですか、これ、このコンセプトすら。見本ってどっかにあったんですか、それは。なんか。ないです。ないですか。ないです。なんかご当地アイドルって言うけど、みんな秋葉原行っちゃうよねって話は、すごい。あれですよね。そう、サッカーっつったら J リーグ行っちゃうよね、みたいな。なんか、そうそう、ご当地アイドルって言葉っていうのはもう、なんか、まあ、かれこれ4、5年、もう6年以上ですかね、前からあって、でも大体単発で終わってるんですよ、どこも。うん、たった1年間で消えてなくなってるみたいなね、あれ気づいたらいないじゃんみたいなのが多分いろんな自治体であったと思うし、はい、そのイメージの方が強くて、さっきのごめんなさい、またネーミングみたいな話に戻ってた時に僕がなんで銀河系とか言ったのは、なんかご当地アイドルって言ってるとその10杯一からげにそういうイメージでつけられちゃうから、
今日はこうやって今詳しくすごく話を聞いたら、もう全然地味なことから大変なことまでやってるから、既存のご当地アイドルとちょっとは違うよねっていうのが分かったんですけど、一発の言葉だけだと、十発一からげにそうと思われちゃうから、詳しく聞くと多分前例があんまないっていうか、そういう活動してる。特殊だとは言われてます。ですよね。で、それ自体もまだ、マイナーなわけじゃないですか、その存在が。はいはいはい、だから、やっぱり、もっともっと知ってくれた方がいいですよね。新しい形ですよね、うんうん。このご当地アイドルは前例がないぞっていうことを今、ずっとやり続けてる最中なわけじゃないですか。で、これからも長くそれが続けられるようにしたいっておっしゃってたから、なんかいいアピールとか、いい出方、いい、こう、もっと、露出の仕方してほしいなって思って。それこそ、つぶつぶドールで、番組やっちゃうとかいいんじゃないですか。あ、なんかそういうのやってるんですか。ラジオとか声優さんがやってはですよね、はいはい、ラジオやられてますけど、はい、それこそこんな番組、こういうような番組と同じような形で YouTube ライブ使ったりとか Ustream で月に1回なんかこう活動報告と今後こういうことやりたいことみたいなのをずっとやっていくっていうのは面白いんじゃないですか、はい。アドバイザー東ですみたいな。いや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 。あ、私たちトークが苦手な部分がすごい強いので、東さんがぜひメインで。深刻なツッコミをしてください。本当にうちのチームはもう本当代々なぜかツッコミが入らないっていう。全然いいんですけど、それは。ぜひ。忙しくなります。忙しくなりますね。自分で言ってしまったって顔してる。いや。忙しくなっちゃう。忙しくなっちゃうな。まあでもいろんな人たちがもっと絡むっていうか、まあその、つぶつぶドールがハブになってもいいし、SC 相模原がハブになってもいいし、なんでもいいんですけど、それで横のつながりとか広がりが出てくれば、多分いろんなアイデアで今度こんなことやってみようって多分出てくるから、自然にその能力とか、アイデアとか発想力ある人が集まってくると、新しい展開っていくらでもできるし。そうですよね。うん。なるほど。で、そろそろですね、お時間が。そうですね。はい。23時を近くなってきたので。はい。締めたいなと思うんですけど、だいたい言い切りましたかね、今日、番組で。東さん、これで。そうですね、今日言いたいことは言えました。あとは、週末、来週、再来週に向けて告知ができればいいな、ぐらいですね。告知したいですか？告知したいです。どうぞ。はい。じゃあ、せっかくなんで。はい。はい。いける？まず、7月26日。今週末ですね。はい。おー、もう売れの派戦ね。そうなんです。おー。これ結構大一番。大一番です。はい。大一番その1。その1、はい。はい、その1です。で、まあ、ここ。この日がレディース。レディースデーです。女性が無料っていうね。女性無料です。しかも。あのね、ポスターでしたっけ？ウェブで見ただけなんですけど、はい、また、斬新っすね。斬新ですよね、最近の。最近、あのグラブは。その前の試合だっけ、浮気割りとか、J24。あの発想が、新しいって。ちなみに、この2つ両方とも、発案者一緒です。ね、だから、はい、まあ、名前は伏せますがね、はい、クラブに入ってきたね、はい、すごく若いスタッフの人たちがね、はい、すごい自由な発想でやってるわと思って。やってますね、ここのブラジルデーもそうですし、ね、もう一個、明治安田生命割。うん、そうそうそう。明治安田生命割も面白かった。ね、割引にちょっととらわれすぎじゃねえのみたいなところがあるんですけど、でも、話題性っていう部分にはこれ、ちなみに明治安田生命割とブラジルデーは同じ人間。うん、うん。で、レディースデーと、前回の浮気割りは同じ人間が発案した方です。うん。そう。なんか、うん、またちょっと真面目な話になっちゃうんですけど、やっぱり J3 のクラブだし、はい、J2 ライセンスないし、要するに昇格っていうものをコンテンツに集客できないんですよね。そうなんです。要するに2位だからって3位だからって別に昇格できるわけじゃないっていう中で、勝ち負けじゃないものでどうやってやろうって、多分その、中は必死だと思うんですよ、クラブの人だって。そんなに潤沢じゃないし、本当必死に、なんかアイデア出さなきゃだけど、その出てきたアイデアが、まあ、ポップっていうか、見せ方が、特にこの、女性無料のポスター見たときに、これ今までのプロモーションでやるスタッフ
この発想、既存のね、J クラブなかったな、みたいな。だから、なかったですね、特に J3 の中では結構、軽有かなと思って。もっとサッカークラブのポスター、ここにも実はずらっていっぱい貼ってるんですけど、基本、汗臭くて荒々しいじゃないですか。もう荒々しい。似てるんですよね。もうなんかさ、もうみんな腕組むか、もうギラギラした顔みたいな。あと選手全員がどっかで寄っかってるか。そう。だけど最近のレノファ戦のポスター見た時に、何このフォントみたいな。何このピンクのハートマークみたいなね。あの発想は多分、そのね、スタッフの方の、センス発想だなと思って。あれは、やっぱり。すげえなと思った。サッカーチームのポスターってこう見ると、まあまあ、ここが特殊なんですけど、うぞうむぞうとされてる中で、うん、やっぱり、目立つのってインパクトなんですよね。で、あのポスター、あの告知画像、もしポスターにあって、ポッとあったら目立ちますよ。ここでも。そうそうそう。ですよ。あのね、やっぱり、これ第一部、出た話かと思うんですけど、もう多分渡辺さんから出た意見で、相模原にはサッカーに興味ない人が多分50万人か60万人いるんだと。で、そういう人たちにどうやったらパッて目に留めてもらうのって時に、普通のポスター作ったって多分無理でしょうって。あと、試合のクオリティとかコンテンツで勝負できないでしょうっておっしゃってたじゃないですか。で、それの一つの、まあ、答えは、この女性全部無料ですみたいな大胆な告知の仕方とか、まあ、ポスターもそうだけど、そのいろんなことをそのクラブの中のスタッフの人たちも、なんか、まあ、必死にやろうとしてるなというのが今伝わって、これそうですね、これ今回のレノファ戦の、あ、そうですね、今話してる、はい、その寄ってあげてくれます、グイッと、そこでね、はい、女子のハートを奪うのはどっちだ、首位をかけた男たちの戦いって、そう、男たちの戦いって言ってんのに、このフォント。そう、フレーズは荒いんだけど、何このフォントっていうぐらいのね、はい、柔らかな感じがいいですね。はい。で、そうなんですね。で、それがまあ、レノファ戦で、はい、まあ、第1弾で、あとは何ですか、東さん、どうぞ。はい。次ですね。次の注目は何、試合告知は。まあ、ここ、アウェー挟みます。実はここアウェーで、はい、長野パルセイロとの一戦が待ってます。それは8月の2日 ?9 日の水曜日です。水曜日にやんの？はい。珍しいね、J3。そうなんですよ。唯一の平日開催。夜？夜です。ナイター？17時キックオフです。あ、夕方。はい。なんか、マイマイガ、南ながら、そうそうそう。マイマイガが、飛んできちゃうんで、19時キックオフができないからっつって、2時間前。なんか、南長野ってね、はい、あんだけすごいスタジアム作って、照明もすごいのに、今、ガの問題でとかって、ガに負けちゃったっていう。すごい、どっちらけたんだけど、あのニュース。で、まあまあ、これを挟んで、さらに、25日、FC マシダゼルビア戦、8月9日。うん。じゃあ、レノファ戦、長野戦、町田戦って3連戦なの？そうなんです。もうこれすごい大事な1週間じゃないですか。大事な戦なんですけど、我が軍、こうか不こうか8月2日お休みをいただきました。あ、そうか、1週空いて町田なんだ。なるほど、はい、分かった分かった、はい、で、それはホームね、町田戦がホームね、はい、13時キックオフです。それなんかもう企画とか出てるんですか？全く出てん、もう企画ちょろちょろ聞いてるんですけど、何でしたっけ、はい、武装と総武、はい、やってるのは、はい、あ、これです。これで3試合、3巡制なんで、うん、3回目でしょ、はい、2回目です、今回。あ、これ2回目か。2回目です。1回、我が軍、勝っております。え、一勝。え、じゃあ何、相模原ホーム、はい、2回目も相模原ホームで、最後が町田ホーム。そうです。あ、そうなんだ。はい。これ、なんかあるんですか、3回やって。勝った方、あるの？勝ち越した方が、翌年、うん、自分たちのネーム、うん、要は相模原側が総武。相模原が武装。さん側が武装。に、の、名前を名乗ったダービーをやれると。あ、なんかその、命名を。そうです。かけた戦いです。どっちのホームだろうが、はい、総武決戦だっけ、はい、去年ずっと使えるよって話？去年まではお互いがお互いのものを使おうだったんです。ホームの時に武装とか総武にしてたけど、ね、はい、今年だから、じゃあ、まあ、簡単に言うと相模原が2勝取れば来年ずっと総武、次の対戦だから町田さんが上がっちゃったらしばらくないですけど、うん、それまでずっと総武決戦っていうのはずっと使えるよってこと、はい、なるほど。
や勝ち逃げ歓迎。どういう意味？昇格してくれてもいいよってこと？勝って昇格してもらってももうずっと勝負って。だから、まあ、その直接対決を2勝、はい、もしくは3勝、はい、2勝1敗でも3勝でもいいけど、はい、勝ち越してですよ。そうです。さらに2位にで、相模原が2位で終わってですよ。はい。で、町田が3位、4位で終わったとしますよ。はい。でも来年も必ず J3 だって話になってから、一番いいんですね。一番いいんですね、それ。ね、それで嫌われるっていうね。ヒールでしょ、それで、ね。そうですね。2位になってヒールになりたいわけですから。そうですか。ね。邪魔してやったって話なんでしょ？そうです。町田、また来年もやるんだぞ、みたいなね。それで、しかも、ダービーの名前は全部、総武だからな、みたいなね。武装は名乗らせねえぞっていうのがかかってるのね、この。2戦目にして早くね。町田も、あれでしょ？でも、一緒に上がりたいって。まあ、町田のサポーターはね。うん、どっかの本で載せたけど、うん、一部だけじゃ寂しいみたいだから。うん、上がるときには一緒に上がりたいって言ってましたけどね。早く勝手に上がるよ。まあ、ライセンスないんで、ね。ないんです、あれが。はい。まあ、じゃあ、ね、はい、東山さん的には重要な試合告知的には、とにかくここだと、ここまずね。はい。はい、ごめんなさい、それ第何節 ?25 節ね。はい。だから、何節だっけ ?30 何節まであるんだっけ？そうですね。もう、なんか、ヒゲさん、意外とね、サッカーのこと詳しくないんですよ、最近。サッカー以外のことばっかり話して。最近よく全然分かんないんですよ。多分、ラスト8節、9節に近くなってくるんですよね、もう8月になってくるとね。10試合とかでしょ、もう。これで、まだ、でも2巡目なんで。まだか。そうですね。まだまだか。まだまだです。そっかそっか。まだまだ長いんだ。長いです。そっかそっか。ここぐらいは。一応11月ぐらいまでやってます、ね。まあまあ、じゃあ。まあ、2回目の町田戦と、長野戦もまあ、2回目で、はい、共に勝ってんだもんね、初戦はね。そうですね、1回勝ってます、ね。レノンファールはどうしたんだっけ、初戦、最初。負けてます。負けてます。0-2だった、ね。Okay. はい。負けてます。まあ、この上位対決がね、はい。はい、この3試合、3節続くと。なんで。よかです。はい、ぜひ。まあ、ぜひ注目してほしいっていうか、来てねっていうね。工夫ですけど、女性無料。女性無料。みんな有料なんで、来てください。うん、はい。はい、以上で。以上です。いいですか？じゃあ、渡辺さん、これもう最後。あ、最後ですか？もうこれ最後なんで、はい、今日の感想でもいいですが。そうですね。はい、まあ、最後にちょっと、解きたいのは、今、東君から質問ありましたけど、26日の山口、あと、長野を飛ばして、まあ、8月9日の町田なんですけれども、まあ、前半戦にちょっとお話しした、あるものを、うん、はいはいはい、新商品ね、はい。新商品はちょっと、私、スタジアム周りで、うんうん、これを飛び回って。26日にもその新商品デビュー。デビュー予定ですね。予定でございますね。ほぼ決まりの。ほぼほぼ、はい、あ、まあ、9割方今、もう最後の微調整、最終調整してるんでね。はい。そうです。そのうち告知するんですか、それも。あと2、3日すれば。みたいですよ。クラブのホームページからも。ええ。出るんですね。いきなりひっそり売るようなことはしないです。しないでしょ、ね。明日じゃないかな。明日ね。明日ですけど。なんかね、明日イベントがあるんですよね。クラブが。戸田和幸さんとのトークショーかなんかが入ってます。相模原のクラブハウスの1階のスタジオで。はい。はい、そこで発表するかもね、みたいな。かもしれないんですよね。まあちょっとじゃあ、今これを見てる人はね、ちょっと気にして、そうですね、また明日以降のニュースも気にしてねっていうね。はい、で、それ渡辺さんも当日、よろしくお願いします。スタジアムの周辺で。待ってますんで。はい。お店として出されるんですか、それって。そういうわけじゃなくて。スタジアムが終わり次第、試合が。試合が終わり次第、うちの店で出し始めます。あ、その 3F さんでって話ですか。はい。なるほど。まず第一弾は。祇園でじゃなくて。まず第一弾は祇園で。あ、試合中は祇園で。はい。終わったらお店の方で。はい。あ、なるほど。まあ、それまでには、までは出さないでくれっていうこと。わかりました、わかりました。デビューはまず祇園の、はい、この山口戦だからと。そうですね。はい、わかりました。はい。じゃあそれをお楽しみにということでね。そうですね。もうぜひぜひ、はい、お楽しみにしてください。で、まあ、町田戦の時はもう当然もう、はい。出てると、はい。そうですね。わ、はい、かりました。まあ、ヒントはこれですっていう、ね。はい。了解です。じゃあ、こんなもんでよろしいですかね。はい。はい。今夜のところは、長々と3時間やってまいりましたが。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ではじゃあ、第5回の放送、これにて終了ということで。あ、第6回の告知とかないんですか、はい、特にないです。ええ、未定です。はい。ということで、じゃあまた、次回。次回。はい。はい。お会いしましょうということで、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。
ー